あゆえお。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 よし。はい、おはようございまーす。おはよう。あ、お茶箱ありがとう、あやぴちゃん。チャリンチャリーン。やっと歯医者行けるわ、4回目。2週間ぐらい行ってなかったですけど、サムネ画像を設定してくださいってどういうこと？年明け一発目ですね。カーピーちゃんありがとう。お茶箱チャリンチャリーン。ありがとう。キャッピーちゃん？カッパちゃん？熱は大丈夫って何の話？はい？熱はないよ、私。PCR 検査。PCR 行かない、なんで？ギガフェスの頃だ、知ってるけど。いや、知ってるよ。話は聞いたよ。なんで行かなきゃいけないの？いや、出たのは知ってるよ。あの、セコンドの人がどうのこうのでしょ？いや、知ってるよ、知ってる。知ってるけど、なんで行かなきゃいけないの？え？いや、歯医者なんだけど、今日は私。TJ さんがみんな行けっつってんの？それ本当？聖司くんも熱出たの？だって楽屋が違うやん。私たちの楽屋って選手側じゃないからね、あの個室だったからね、私たち、オカマちゃんたちは。ふじみちゃんも行くっつったらそんな大事になってんの？ライトくんが熱出たん？ライトくんってあのティンパパの？ひどんなちゃんも今日行くっつってんの？っていうかなんで行かなきゃいけないんだって、私熱出てないよ。いや、行く必要ないっしょ。行った方がいいの？熱も出てないし、無症状なんですけど。だって近く、だって話してもないし、濃厚接触者じゃないし。あ、タンスコロちゃんお茶ばかりありがとう、チャリンチャリン。いや、みんなが言ってるって、だってそれは自分が心配だからでしょ？そういうことじゃないの？みんな無症状で熱が出た人は言ってると思うけど、自分があれでしょ？症状は出てないから行くってことでしょ？だから、増えるんだよね。わかる？ねえ、コロナのトリック。無症状とかさ、症状がない人が PCR 行くから、どん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 数字が増えてくんだよ。わかります？なんか PCR はね、私ね、結構ね、トリックがあると思うんですよね。あの無料でやってるの。無料だからみんな行くんだよ。それで数字が増える。ね、あれを10万円とかにすれば誰も行かなくてね、コロナの数字は増えていかないんだよ。そうじゃない。今無料でできるじゃん。簡単な話だよね。そこのトリックに。ヨギママも行くって言ってたん？本当に TJ さん行けって言ってたん？強制なの？私、歯医者があんだけど。ねえ、ぶっちゃけ、ね、歯に穴が開いててね。今。治療中でね、熱も出てないのにコロナの心配より歯の心配なんだよな、私ね。現時点で病気かかってんだからさ、歯がね、虫歯っていうさ。ね、歯の方が痛いんだがな、今ね。歯の方が優先だの、どう考えても。ね、どうも。
ぶっちゃけ今歯の方が病気の症状が出てんだよ。穴ぼこ開いてんの、ドリルで削ってね。30年間歯医者行ってなくて。ね、それで、ね、熱もなく、咳もしてなくね、症状がない方を心配すんのかい。おかしな話じゃないの。あ、しーちゃんお茶ばかりがとったりんちゃりん。いやーでもね、予約はずらせないな。どうしよっかな。でもみんなが行く、そんなに TJ さんがみんな PCR してねって心配してんだったら行った方がいいのかな。え、それか抗原検査する？たださ、あの、簡易キットがね、スルーしちゃう場合があるんだよね。あれって。スルーして PCR で陽性出るパターンもあるかな。抗原は絶対じゃないし、PCR も絶対じゃないしってね。で、何？外出れないってこと？また。検査行くまでは。また始まりました、その。ね、また始まった外出るなってやつ。そうなると、今週の予定も、全部変えなきゃいけないんで、外配信とかずらしたりとか、予定が変わってきちゃうな。みんな企画を中止してんの？そのために？でもぶっちゃけあれでしょ？ワン、誰のセコンドだっけ？あの出た人。ん？コロナだったの。ワン太郎くんは、したの？ワン太郎くんはどうなの？一番近くにいた人じゃん。あ、今日結果が出るんだ。まあでも近くにいても映んない人は映んないしね。それ不思議なんで、コロナの。ね。遠くにいた人が映っちゃったりとかね。マスクしてても映るし、してなくても映らないし、みたいな。そう、私の場合は藤見ちゃんなんだよ。私が思いっきりコロナにかかった時、熱が出てる時に、藤見ちゃんと密室でね、対面で話してたのに藤見ちゃんは映んなかったんだよ。結構長い時間ね、マスクなしで喋ってたんだけど、藤見ちゃんには映んなかったんね。で、やっちょくんと、ね、バンドマンの人と私3人と、ナーボーだっけ？あの時は。近い人はね。まさとくんとか。企画はもともと今日やらないつもりだったんだけど、どうしよう。歯医者は行っていいのかしら。ね、歯医者行っちゃダメなの？ね、今日逃すとまた来週になっちゃうけど、治療が。そっちの方が優先じゃないの？ PCR も行くけど歯医者も行っちゃダメなの？とりあえず今日は簡易キットをやって、まあ、陰性が出たら外出ていいっしょ？ねえ。それで PCR 行ってから歯医者行っちゃダメなのかな？だって濃厚接触者じゃないよ、私。ん？予算もやばいの？熱出てんの？だって PCR だって結果が出るまで時間かかんで、それまで歯医者行けないってこと？私。ねえ、少なからず1日はかかるんで、まあ当日出るのもあるけどね。お金払えば。え？だって今日歯医者、お昼に予約してるんだけどね、それ逃したら1週間後、歯の痛みを我慢しなきゃいけないの？ねえ、ロキソニン飲んでんだよ、私歯痛くて。ねえ。ね、コロナで歯が痛いわけじゃないんだよ、今。ねえ。歯、ねえ、虫歯っていう病気なんだから、私さ。そっちの今病気が出てる方を優先するべきなの。同じ病気じゃねえの、これ。仕方ない。だって無症状で熱も出てるんで、今熱測ってあげるよ。ねえ、みんなと同じじゃん。みんなだって熱出てなかったら外出るでしょ。ねえ。熱出てなかったら外出るやん。
となんかでも心配になってきたな。2回目ワンチャン。TJ さんを立ててあげて。それでみんな行ってさ、ポロ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 出てきたやつにみんな行かない方がいいんだよ、逆に。ね。会場にいるお客さんも、配信者も、ほっときゃいいんだよ、みんなね。ふーんって感じで。ね。検査行くからわかることでしょ？熱はないね。36度。そうやって大騒ぎして PCR 行って、また一回出たらみんな行き始めんで、そしてボロ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 出てきてね。出てくんの当たり前なんだ、あんだけ人入れやさん、一人ぐらい。そうじゃないの？ね、こんだけね、オミクロンがどうのこうの爆発的に増えてんだから、みんなにももう移ってますよ。うん。ねえ。そう、もう終わってるしね。でもさ、私日曜日熱出たんだよね、実はね。いや、思い返してみれば、ね、日曜日ね、ただ疲れかなと思ったの。一日だけ、ね、夜中ぐらいに帰ってきて結局ね、それで、寝るときに、ああ、ちょっとなんか熱っぽいかなってね。喉も、イガイガしてたし、うがいとか手洗いちゃんとしたんだけど、なんかちょっと熱っぽい。測ってないんだよね。熱は測ってない。それで朝起きたら、なんか熱っぽいのはなかったんだよね。ああ、だから、コロナじゃないのかなって、普通の風邪なのかなと思っててね。それから別になんか、体調悪いとかないんだけど、うん、まあ疲れてたからね、バタバタしてて、前乗りしたりとかして疲れてたから、寒かったし、あれだったのかなとは思ってたんだけどね。今熱なかったで36度で。うん。ナーボーが検査行った方がいいって言ってる？ちょっと電話していい？本当に？あ、でも今ナーボーさ、携帯でやってんだっけ、あの人。パソコンじゃなくて。みんな行くの？ただね、みんなね、楽屋が違うんだよ。私たちって地下の方の楽屋で、石川さんとかね、慶之助くん側の楽屋でめちゃくちゃ離れてたんだよ。で今回コロナが出た方の楽屋は、ね、赤コーナー、青コーナーがドッキングしたね、広い大部屋みたいなとこなんだよね。私たちはそこにいなかったんだよ。うん。いなくて、私たちは全く別の楽屋だったんだよ。あの、離れてるね。そう。50メートルぐらい。うん。ナーボかけていいって言ってる？なんか心配になってくる。みんな脅かさないでよね。私経験者だから怖いよ、ぶっちゃけん。一回なってんだから二回目。あ、もしもし。なあ、もうなんかガチャガチャなってんの、ごめんね。あ、全然大丈夫だよ。なに、みんな行かなきゃいけないの、これ。強制ではないと思うけど。あ、心配だったのみたいな。いや、なんか、まあ、一応、その、会場内で出ちゃってるから。それは誰が、まあ、誰が出たの？私よく覚えてないんですけど。うん。どこにいたんだろう、その人。まあ、その人がどこにいたっていうか、その空間で出ちゃってるのは確定情報だから。まあ、オミクロンだったな、うつっちゃうってことか、感染。そうそうそう。で、別になんか家から一歩も出ないんだったら、PCR 検査しなくてもいいと思うのね。そうだよね。そう。でもさ、なんか、出ちゃった、出てやっぱり放送したいじゃん。うん。するじゃん、モンジョリさんとか。そうね、外配信もするかな。
その時にさ、なんか通報でさ、こいつ濃厚接触者なのに、みたいな感じの電話とか来たらやりづらくね。ああ、やっちょくん時みたいにね。そう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 。あれだるいし、ネットニュースとかになる可能性あるから。そうね。なんか配信やりづらくなるから、まあ、PCR 検査した方がよくねっていう話をなんかちょっとしてて、うん、まあ、そっちになんか迷惑かけちゃったっぽいね。行かないわけじゃないんだけど、今日歯医者なんでね、私ね。いや、だから歯医者、行く前になんか検査キットとかやるわ、簡易の。それで大丈夫かね。まあでもとりあえずはそれで、まあ陰性出れば別に歯医者ぐらい行ってもいいんじゃないかなと俺は思うけど。今虫歯のすんごい治療やってて、でっかい穴が開いてて痛いんだよね、ぶっちゃけね。いや、それはもう早く治さないといけないから、そっちの方が私は優先かなとか思うんだけど、うん、いや、それもやりつつね、簡易キットで大丈夫かね。まあ、とりあえず簡易キットやって、まあ、一応今のところ陰性って出れば、うん、まあ、歯医者行って、まあ、その後に PCR 検査予約取っていくっていう形だったら別に全然問題ないと思う。検査行くのにも外出るしね、ぶっちゃけね、うん、体調悪くないんでしょ別に。全然、ただ日曜日ちょっとファッとね熱出たんだよ。じゃあ疲れてたから だるかったんだよね日曜日。それ何、微熱？いや、熱測ってないんだけど、なんか熱っぽいかなみたいな。ちょっと風邪ひいたかなみたいな。それ、ちょっとあるんだと、なおさら、やった方がいいね。そっか。じゃあ、行く前に簡易キットやった方がいいね。それで PCR も、今日やろうかな。やってから歯医者行こうかな。いや、まあ、まあ、簡易キットやって、歯医者行って、その後 PCR 検査が一番いいと思う。流れ的には簡易の歯医者の PCR？ そうが一番いいかなっていう。あー、そっかそっか。まあいつでもできるもんね、うん、PCR って今ね。そう、でも結果が出んのに数日かかるっけあれって。いや、わかんないんだよね最近の PCR 検査が。でもなんか次の日ぐらい出ると思うんだけどね。やだよね2回目はね。やだね。やだよね。もうなんか、俺もかかってるから、もうデジャブだよね、なんかね、これね。うん、まあ、また来たって感じだけど。また来たよね。うん、ああ、わかった。じゃあ、私も行こうかな。ナーボーも行くんでしょ。まあ、まあ、とりあえず俺は行くわ。あそこにいた人は行くべきか。そう、やりづらいからね。なんでお前だけ行ってないのってなるのも嫌だし。まあ、林がなかったらね、普通に、うん、うん、言われないけどね。そうなんだよ。わかりました。ありがとうね。はい。いやいや、じゃあね。はーい。はーい。じゃあ、歯医者は行こうかな。やだ、もう。ちょっと簡易キット探す。そう、今、歯磨いてないからちょうどいいわ。とりあえずこれやるわ。これあのギガフェスでも同じやつやったからさ、これでギガフェス出たかな。まあ、簡易キットだけどね。うわぁ。あ、そうだ、水飲んじゃダメなんだね、これね。水。水は飲ん、まあ、そんなに精密じゃないんだよね、これね。うがいをしなきゃいけないね。口内の、水は飲んでいいんだっけ？水はいいんだよね。歯磨きはダメなんだよね、確かね。まあ、簡易キットで出なくて PCR 出る場合もあるからな。で、まあ、クラスター、でも今ワクチン打っててもね、ワクチン打ってる人でもうつるからね。オミクロンは。ぶっちゃけね。ワクチン打ってる人が増えてるみたいな話もあるしな。私はワクチン打ってないんですけど、一回コロナにかかってるけどね。
夏ぐらいか。まあ、抗体があんのかないのかわかんないけどさ、まああったとしても3ヶ月ぐらいとかね、そんぐらいじゃん。歯医者さんはどうなんだろうな。でも症状が出てない時って、でもどうすんの？みんなだって症状出てない時普通に買い物行ったりとかするんで、その状態でしょ、私も。情報は知ってるけど、近くで出たっていうのは。な、これで検査して歯医者行くんだったらいいんじゃないの？だって PCR の結果が出るのに、まあ最低1日はかかりそうだよね。まあ、当日出るとこもありますけど。じゃあこれでね、聞いてお話をみんな。私が今高熱が出て咳とかゴホゴホやってんだったら別の話やん。言っちゃダメだっていうのはわかるけど、無症状で、ねえ、あのギガフェスの前だって抗原検査やってんだから、その時はクリアしてんだからさ、今クリアしたら OK って感じじゃないこれ。電話して聞いてみた。だって濃厚接触者じゃないよ。濃厚接触者の定義ってわかる？同じ空間で、30分以上か。マスク、ノーマスクで対面で喋った時の場合、まあ、地域によって違いますけど、その、なんかかかったセコンドのアメミヤさん私、話したか話してないかもわかんないぐらいだから、会ってないんじゃないかな。会ったとしてもすれ違ったぐらい。まあ、ワン太郎くんとかさ、野田さんとかと話したりはしたけどね、あそこら辺とね。まあ、あの辺にいたとしても、ねえ、15分なんて対面で話してないだろうしな。ファッションショーの時マスク外して、あの時だって喋ってないもん。ねえ、動いてたし。そうでしょ。めんどくさい。で、今やってみますよ、この抗原をね。ちょっと歯磨きする前に。抗原検査とりあえずやってみるな。これで出ちゃったら大騒ぎだけどね。これやりますね。これで PCR も受けるから。これでいいでしょ。いや、PCR 受けないなんて言ってないんだから、受けるけど、歯医者も行きます。受ける歯医者も行くって感じ。だっておかしな話じゃないの。今、歯が痛くてね、私病気なの。現時点で、ね、虫歯は病気じゃないの。ね、そっちね、今、現時点で症状が出てる虫歯の方を治療したいんだよ。これが癌の人だったら、癌のね、手術するでしょ？ね。だからね、歯医者行くために今検査するから。それで PCR 精密なのもやるからさ。ちょっと待って、これ何個だっけ？何分ダメダメだっけ？ 2 分。でも自己中って言っても、私年末から決まってる予定だからね。もう予約取ってるから、今日歯医者って穴ぼこ開いてんだよ。今日穴ぼこは、詰め物を取って、今日最終ジャッジの大事な日なんだよね。銀歯を入れるから、型を取る。もう4回目だけど、いや、予約ずらしたら、でも、この痛いの、歯だって痛いんだよ。緑茶乳を今飲んでんの。結構神経も取ってて、かなり穴が開いてる状態ね。放置したくないじゃん、だから。だって結局、PCR 行くのにも電車乗んなきゃいけないし、タクシーで行くとしてもね、
タクシーも乗んなきゃいけない。出歩かなきゃいけないんだから、少なからず。うん。いいんじゃない？ねえ、外に出なきゃ、検査になっていけないんだからね。炎上つっても、でも配信では歯医者行かないじゃん、だって。映さないでしょ？うん。みんな、濃厚接触者とか知ってる？私、経験者だからね。みんなかかったことないし、コロナに。あんの？私、あるよ。コロナ、デルタかかってるから強いやつ。ねえ。かかったことない人黙っててくれるって感じ。ビビってんじゃねえよ。え？コロナなんかで死なねえか、普通の人。ねえ、持病とか、ねえ、高齢の方死にますけど、免疫がない人とかね、大体の人は死なねえんだから。もう OK？ すんごいね。茶色になっちゃった。口の中めっちゃ汚な。さっきコーヒー飲んだからかな。じゃあこれで20分ぐらい、15分ぐらいかな。OK。半過ぎぐらいかな。コーヒーはでも1時間前ぐらいだよ。6時寝起きに飲んだかな。1時間前だったら大丈夫じゃない。30分前の飲食って書いてあるよ、これ。確か。30分以上開けてくださいって書いてあるもん。飲食、歯磨き、うがい直後、お酒。30分以上経過してから検査してくださいとか大丈夫だよね。うん。水はでもそんなに影響ないだろ。だって水道水なんだから。じゃあ分かったよ。もううるさいな。もう、歯医者諦めるよ。もう、歯医者行かなきゃいけないんでしょ。もう、お正月から私ね、予約待ってんだけどさ。ねえ、じゃあ今日行けばいいの？じゃあこの後。今日歯医者じゃあずらす？もう、私2週間の歯を待ってたんだけど、この痛みと戦って。そしたらみんな納得すんの？じゃあ PCR 検査に行くでいいよ、じゃん。ただ外出なきゃいけないからね、それはいいでしょ？予約取んなくていけんのかな？いや、その結果が出るまで歯医者は行っちゃダメってことね。これでいい？ただ、電車乗ったり、車乗ったりしなきゃいけないから、それは、しょうがないよね。ていうか、配信しなきゃいいのか、そこ。配信切ってからどうすればいいか。またなんか言われそうだもんね。喋んなとかなんとかとかね。いや、チャリンコでね、行けないね、PCR か。即日出るとことかは、横浜駅か、あとね、武蔵小杉かな。昨日したグループがあったね。病院とかは結構時間遅いんだよな、今な。1日以上かかっちゃうから、即日の方がいいんでしょ。ウェルシアは4時間。ウェルシアって何？ドラッグストア？どうしよう。これで陽性出ちゃった。マジびっくりだよね。もう超ドキドキするわ。ねえ、あの時の再来だよね、本当にね。会場で何人か熱、誰が熱出たの？その、確定した人は一人でしょ？あと誰？熱っぽいとか体調の訴えを。小町くん？野田さん？いや、そこら辺と絡んでるな。せいじくんはあんま絡んでないけど。
ライトくんめっちゃ絡んだよね、ティンパパの息子でしょ。それはでも前日なんだよね、私ね。前日っていうか朝、ギガフェスが始まる前に、青壁の前で、ね、エブリくんとライトくんがいて話した感じかな。小町くんは結構ちょこちょこ絡んでるよね、合間合間でね。野田さんもちょこちょこ絡んで、前日だよ、ほら。野田さんも朝絡んでんじゃん、私。話してたよね、ギガフェス始まる前。会場の前で、配信つけながら話してたよね。そう、当日だね、当日の朝話してんだよね。ただその雨宮さんは私話したか話してないか覚えてないんだよね。挨拶ぐらいはしたと思うけど、覚えてないってことはそんなじっくり話してないんだよね、多分な。絡んでない。うん。ただワン太郎くんは私結構絡んでたよな。チンコ触りに楽屋入った時はマスクしてたもん。まあ大騒ぎしてたけど、で、そうなるとひどんなちゃんとふじみちゃんもやっぱりそうだよな。よぎママは楽屋にいたかな、ウェヘヘってね。私いいわ、みたいな感じで。よぎママは楽屋にいたんで、楽屋から出てなかったか。でも、よぎちゃんもちょっとちょいちょいいなくなってたな。あの人、ちょいちょい、なんか行方不明になってたもんな。あの人も出歩いてんじゃないの？ちょっとヨギママに電話してみようかな。ヨギちゃんも行った方がいいんじゃないかね。やだねー。まあ結局そうなっちゃったかんって感じだけど。あ、なんかね、小町くんとトイレ、一緒にトイレ入ってたって情報、私も聞いた。ちんちん覗いてたんじゃない？やっぱヨギママさ、小町くんのこと好きなんじゃないかな。一緒にトイレに入ってたみたいな。で、キスしてたの？やだ。出ないね。じゃあ、おかまちゃん連中はみんな行くってことね。ひどんなちゃんも、ふじみちゃんも。じゃあ動けないじゃん。結果出るまで。即日の方がいいかしら。どっか、やっぱ木下グループかな。ちょっと調べてみよう。あの、武蔵小杉っていうとこに、簡易 PCR センターみたいなとこがあんだよね。確かここの近くだと。あと横浜駅。PCR 検査でしょ。即日確か木下グループセンターだったようなキャスト。あ、これだ。パパイヤってだね。パパイヤでも PCR 陽性出たからね。あとなんだっけ、鼻かんだティッシュじゃなくてなんだっけな、犬の唾液からも出たしね。神奈川県による無料 PCR 検査実施についてだって。これか。PCR 検査2300円って書いてあるけど無料じゃないのね。唾液による検査で、検査後結果は、翌日中までにマイページでお知らせしますだって。へぇ。抗原検査は鼻を拭る感じね。はいはいはい。安い。まあ、無料って書いてあるね、これなんか。これはどういうこと？無料 PCR 検査等実施についてって書いてあるね。ワクチン。対象となる方、ワクチン、ああ、イベント、
を行うにあたりみたいな、なんかこれ申請しなきゃダメってことかな。健康上の理由でワクチンの接種が受けれない方、無症状の方。まあ別に払ってもいいけどね、お金ね。空き情報の確認。現金での支払いはできないと。一般のお客さんでしょ？あ、開いてね。午前中三角、午後二重丸だね。全然開いてんね。オミクロンはすれ違いで感染する？やばくない？それだったらもう大変な話だよね、本当にオミクロン。そのさ、型は何なんだろう。いやいや、騒いでるけど、だってさ、出歩、すれ違うだけで感染だったらもうみんなかかってない、ぶっちゃけ。ね、もう手遅れだよね。外から出ない方がいいんじゃないの、みんな。そういう話になってくるよね。外出たらもう映るって話でしょ。その辺にいるってことだもんね。電車の中でも映っちゃうって感じ？パチンコ屋でも、会社でもね。これ午前中って書いてあるけど、どっちの方がいいんだろう。午後の方がいいかな。でもやっぱり歯医者行こっかな。やだもんだって歯痛いの。来週まで我慢しなきゃいけないでしょ。やだよ。だって歯の方が優先じゃないの。だって濃厚接触者、歯に穴ぼこ開いてんで虫歯なんで、私痛いのよ、これ。詰め物も取ってもらわないと。だ抗原検査、今結果が出るから、これをやればいいじゃん、とりあえず。それで歯医者行って、そっから PCR 行けばいいじゃん、つってたじゃん、ナーボーね。ねえ、両方行けばいいじゃん。今これ結果出るんで、今やったからね。いや、歯医者がね、何時からだっけな。歯医者が、ですね。歯医者何時だっけね。訴えられたら、でも症状が出てないから、みんなだって症状出てなきゃさ、検査なんて行かないじゃん。じゃない？もし周りに出たとしても、症状が出てなかったら行く必要ないよね、ぶっちゃけね。15時からだ、歯医者。3回目。じゃあ、無症状でもね、よく考えてね。ねえ。症状が出てから、ね、陽性は陽性、感染者とは違うじゃん。ねえ。無症状ってことは人にうつさないでしょ。で、症状が出てから、ね、出た人はその前とか前後でうつす可能性はあるけどね。ね。もうそこら辺が日本のマスコミの伝え方も間違ってるの。大阪の知事だって言ってたじゃん、ちゃんと。この間。ね、陽性と感染者の違い、無症状の違いってね、大阪の知事も言ってましたよ。ね、メディアはそこら辺伝え方が間違えてると。ね、保有してるか、保有金を持ってるか持ってないかでも違ってくるし、うん。だってみんなは症状が出て、ね、熱とか出てから検査行くでしょっていう話だよ。まあ中には心配でね、そうイベントの前とか人集まる前に行くっていう人もいますけど、大体はあって熱っぽいわって言う、あらコロナかしらって言って検査に来るでしょ。
まあ接触ね、濃厚接触者の疑いがあるんだったら行くっていう感じだよね。うん。だって必死すぎてて、これで今ね、熱とか出てたりとかね、私がゴホゴホしてんだったらあれだけど、今の時点でね、オミクロンなんて2日3日で出んだよ。ぶっちゃけ接触してから、デルタは5日から4日とかね、そんぐらいだったけど、もう日曜、土曜でしょ、土日月火水、もうだって4日5日経ってんね、今の状態で。これで ね症状が出てないってことは、まあ無症状のね陽性者か、それとも陰性者しかないやん。うん。ね、日曜日は疲れでだるかったんだっけ、まあ、熱っていうか、なんつうのかな、暖房つけながら寝たから熱っぽかったんじゃないの、あったかくて。うん。無症状で移したらどうすんの、バカ言ってんじゃないよ、またね、そういうのがパンデミックを起こしてんですか、その変だね、無症状で移したらどうするって、しょうがねえじゃないか、無症状なんだからね、みんながみんな検査行ってね、みんながみんな家を出ないわけじゃないんだから、はっきり言って、コロナコロナコロナ言ってますけどね。うん、だってオミクロン、今流行ってるオミクロンなんて風邪って言われてるからね、風邪の症状って言われてるからね、重症化もしにくいし、ほぼほぼ風邪みたいな症状だって言われてんやん、風邪だよ。そうでないの？ TJ さんに迷惑かける？いや、それを承知で私たちだってイベント行ってるからね、ぶっちゃけね。いや、検査はしてからやったけど、あんだけ人集まれば一人ぐらいいると私は思ってたけどね。ねえ。だって別にあのイベントでもらってきたわけじゃないし、その人もどっかで拾ってきたんだから、あそこでね、拾ったっていうね、確実な証拠もないし、ね、その前の前日に、ね、どっかからもらってきたかもしれないし、後かもしれないしね。まあみんな検査すればわかることだけど、それはね。うん。まあ少しはわかりますけど、うん。まあいいや、予約取ろうじゃん。わかったよ。もうね、キリがない、コロナの話してても。午前中にしよっかな。ね。午前中ってことは11時まで。今日メンテナンス10時に入るから、それで11時ぐらいに行けばいいんでしょ？多分移動に1時間だかな。メンテナンス10時なんで今日は。10時から移動したとして11時だね。これだね。多分、武蔵小杉まで40分ぐらいかかると思うかな。それで、高原も見て歯医者行くからね、私も。次のページ。はい、これでいいね、予約を。めんどくさいな。もう。あ、やだ、こっちのアドレスはダメ。ちょっと間違えちゃった。じゃあ、非公開の方だった。ちょっと待ってね。あら、なんか違うかな、これ点がいるんだね、ここね。点、ドットがいらないね。お名前。これ本名じゃなきゃいけないのかな？偽名でもいい。ねえ、7じゃダメなの？だって身分証なんて見せないよね。身分証見せるっけ？ PCR 検査って。
いや、まさつぐ、何、嫌なもんだって、また確認されたい。ねえ、名前が違うとね、この人は女なのかな、お母なのかなって 見られるじゃん。でしょ、まさつぐで、これでいいのね。もう、藤沢、まさつぐと。もう、もう、なにこれ。素直に出てこないんで、まさつぐって。これ何？英語も入れなきゃいけないの？これ何これ？英語？ローマ字。藤沢、まさ、すぐ。あ、でもさ、回答しないって項目あるね、ほら。性別の欄、男性、女性、回答しないってね。え、タイピングが間違えてる？藤沢、まさ、つぐ、合ってるよ。アドレスが違う、どこが。77のよ、アットマーク、ezweb.、あ、ここね、j と、ここね。ちょっとね、こう、もうパソコン打てないんだよ、私ね、歳だから。こうだね。これで OK。ね、青年が、ね、これ、これはまあ、どうしよっかな、これ、男性でいいかもんね、名前男だもんね、摩擦語でね。こうでしょ？ね、青年月日が、1983年。今年39なんでね。今38だけど。1900。もう、なにこれ見づらいな、これ。11月の6日。あ、今年あれだね。日曜日なんだね。あ、これ違うか。1983年か。いや、タチションはもうしないっすよ。あれ、ボロクソに叩かれたんだよ。ねえ。もうこれフリー素材だから、私の番号はね、もうバンバンかかってくるんで、もうどうでもいいやって感じ。受験者、申し込み者本人、これでいいかな。次のページ。一般のお客様、小杉 PCR、11時から11時5分。で、アドレスが、合ってるね。たださ、これさ、キャリアメールだとさ、弾かれる可能性あるよね。ねえ。そうじゃない。ねえ、これフリーメールの方がいいんじゃないの？なんか前、新宿の PCR 検査行った時に、弾かれたんだよね。アドレスが、の結果が来なくて、違うアドレスでやったんだよね、私ね、前。新宿の歌舞伎町にあるとこなんだけど、あれも木下グループじゃなかったかな、確か。電話しないでください。ねえ。そのまんま晒すんで、あの、ヤクザの掲示板に。内臓とか売るとか、そういうとこにね。貼るんで、私。ちょっと待って、これ元に、だからアドレスはあっちの方がいいね。Gmail とかの方がいいね。こっちの方がいいかな。こっちにしとこうかな。iCloud の方ね。どっちに？キャリアメール、iCloud の方がいいよね。多分ね。こっちの方が届くよね。OK。確認メールを送信する。あら？あ、これね、ここにチェックを入れるんだね。よし。それで届いたら OK だね。届かなかったらアウトだね。
届いてたら予約完了で、あ、来てんね、来てる、来ました。これでクリックして認証だね。で、マイページログイン番号があるかな。はい、予約受付しました。 OK。 今日の行くよ。じゃあ朝一でちょうどツイキャスメンテナンス入るし、そうだね、それでまあ陰性が出ればいいんだけど、陽性が出たらやだ、もう2回目やだ、もうお家で出なくなっちゃう、2回目やなんだけど、ワンチャンなんかに、あ、ちなみにこちらもう大丈夫かな。今抗原検査をしたところ、抗原検査は陰性だね、これね、出てないね。まあ、簡易キットだけど、まあ、それで PCR で陰性が出れば大丈夫、完璧だね。とりあえずお外には出るね、今日は。抗がん検査じゃないよ、それ。抗がん検査はあれだよね、私小さめだから、ほとんど機能してないんでね、ホルモン注射だよ。多分精子の量も測った時に、ね、一匹もいなかったんだよね、ザーメンの中にね。なんかさ、精子の量を測る簡易キットみたいなの配信でやったら、全く、おたまじゃくしさんがいなくて、あ、TJ さんは陰性って言ってた？はいはいはい。じゃあ大丈夫かな？それさ、陰性が増えてきたら違う場所なのかな、やっぱり。ねえ、その後の、飲食とか移動とかで移った可能性高くない？これでみんなが陰性で始めたらね、ギガフェスじゃなくて、まあ先かとか、先だったらでも私たちに移ってるはずだもんね、オミクロンね。TJ さんツイートしてた？後の可能性が高い。後で症状が早く出ちゃったパターンだよね。TJ さんツイート、夫婦で PCR 検査を受けた結果陰性でした、だってツイートしてね、7分前。主催者は大丈夫ってことだね。そうなの。もうどこで感染するかわからない。このね、広がり方を見て、この感染力。でも、いずれかは自分にまたやってくると考えると、嫌だよね。外出ないのが正解かもね、もうね、このレベルだとね。じゃない？もう移りたくない人は外出ない方がいい。ね、ワクチン打ってても移んだからさ、オミクロンちゃんはね。ね、デルタとかはギリギリみんなね、聞くかもしんないけど、感染っていうのは考えればね、まあ、重症化しにくいと思うけど、ワクチン打ってる人は。うん。そうだよね。今週の予定はね、でも外配信はね、結構少ないんすよ、今週。そう。外に出るのは2回ぐらいかな、今週はね。週末に。だから検査には間に合うと思うよ。検査の結果が出て、外配信やればいいんじゃないの？ね、みんなうるせえんで、このクソババアどもね。ね、コロナってね、うるさいんで、陰性を見せてから外配信堂々とすりゃいいんじゃないの？ね、マティアスくんが体調不良？じゃあさ、この間ね、ふわっちの忘年会の後もそうだったけど、やっぱりみんな騒ぎ始めるよね。人が集まるイベントとか、その後はさ、なんか体調が悪いとかね、熱が出ただの、なんだの、かんだのって言ってさ、大騒ぎするじゃん、配信しちゃって。ね。そうじゃない。そう、続々とね、なんかこれ見よがしにさ、体温計を持ち出してね。そうじゃない。
みんなやっぱりね、病は気からって言うけどね、具合も悪くなるわ、そんな心配してたのね。うん。コラボはね、土曜日。ちょっと待ってね。あれ測ってみる。酸素飽和度。ちょっと私も気になり始めてきちゃったな。これ測れんすよ、この酸素飽和度。あのね、体温とかも大事だけど、酸素飽和度もコロナの時ね、結構重要なんでね。明らかに数値下がるんで、コロナにかかったら。酸素飽和度が100以下になるんで、これは結構ね、目安と言ってもいいかもね。ちょっと今測ってみます。血中酸素濃度。私がかかった時はデルタだったんだけど、その酸素飽和度って 100% が通常ぐらいね、100とか99が。それが、96とかそんぐらいまで下がるんだよね。で、コロナ治ってから測ったらもうそんな数値は出ないんだよね。やっぱこれ重要なんですよ。全然その96とか5とかなんないんだよね。あら測れないの。あ、これ逆側にすんだっけな、確か。そうそう、パルスオキシメーターって言ってね、その測るやつがあるんだけど、それを毎日私測ってたんだけどね。で、ツイートで今日のお熱、ね、酸素飽和度の数値とか上げてて、熱もやっぱりあれだよね。デルタの時は、一週間ぐらいは熱が続いたかな。まあ、微熱も含めね。やっぱり3日4日は、40度とか39度とか行ったり来たりみたいな。結構1日でコロナってさ、熱が上下すんだよ。夜になってブワーって出たりとか、出たり出なかったりが激しくてね。下がったなぁと思ったらまた熱が出たりとか、そうなんだよね。だから熱がないから安心だなと思って家帰ってきたら高熱でコロナっていう可能性もあんだよ。私の場合がそうだったんだよね。熱が一回ちょっとだけ出てね、通販番組行ったら、あ、測定できないな、これもういいやね、帰ってきたら40度の42度まで熱が上がってさ、うん、ぶっちゃけ後遺症もあるよ。ある。私はデルタちゃんだったから後遺症あるよ。例えば運動してたりとかすると、もう息切れが激しいしね、前よりね。すごい息切れするし、こうやって話してても結構息が荒くなっちゃったりとか、あと肺がちょっと痛くなったりとか、頭痛だよね、頭痛。頭痛がめっちゃあるのよ。未だに。もう3ヶ月以上経ったけどね。あれから9月だっけ ?9、10、11、12、1。4ヶ月経ったけど、もう頭痛、今まで偏頭痛持ちじゃなかったのに、頭痛がすごくなったりとかね。うん。咳とか治ったのに、だから味覚症状とかは全部私は後遺症になかったのよ。うん。かかってる時は、結構さ、ね、嗅覚も味覚症状も消えたんだよね。もう周りの匂いも何も匂いがしないし、味もね、醤油ぐらいしかわかんなかった。なんか酸っぱい味とかがね、わかんなくなっちゃってね。ちょっと味覚も狂って。うん。デルタって言われてないんだよ。でも、まさとくんとやっちょくんがデルタだったからね。あれは2位なんだよ。
あの PCR した時にそのなんつうのかな、変異株チェックみたいなのがあるんだよね。それを言っとけばあの教えてくれるよ。今の PCR は分けてあるけどね、普通のやつとあと変異株用の PCR ってさ分けてるけど、まあ一緒にもできるよ。うん、PCR 検査でそんなことわかんない。じゃあなんで PCR みんなやんの？ブリブリちゃんありがとう。チャバチャリンチャリーン。まあいいじゃん、病院行くんだから。もうやだ、2回目やな。こっから熱が出たら嫌なんだけど、2週間、今何だ、どんぐらいで歩けないんだっけ。14日、ふじみちゃんも11時半が PCR やるっつってる。14日間ダメなんだっけ。ただ今さ、もしね、オミクロンにかかったら家で治せないんだよね、確かね。配信できないじゃん。ね、強制的にホテルかなんかに隔離されんじゃなかったっけ。ん？それは嫌です。だよね。お家で直したいよね。そうじゃない？私の時はお家で待機しててくださいっつってさ、あの、救援物資。ね？お家にかな出ないために、あの、自治体横浜が救援物資を送ってくんだよ。ね、砂糖のご飯みたいのをさ、20パックぐらいとか、レトルトのカレー、あと、冷凍食品とかね。そういうのを送ってくるの。うん。それで、2週間しのいでください、みたいな。今はもう自宅待機になったんだ。あ、じゃあいいじゃん。家でね。うん。ココビちゃんお茶ばかありがとう、チャリンチャリーン。CDC がインフルとコロナの見分けができない上に、偽陽性及び陰性が出るので、今月から PCR の使用を終了した。CDC っていうのはあれだよね。なんだっけ、国際免疫なんとか機構みたいな感じのところだよね。確か。CDC って。そうじゃない？アメリカの方だよね、確かね。疫病対策センター。みきちゃんありがとう、お茶ばかチャリンチャリン。たださ、PCR もおかしいからね。ぶっちゃけ。で、おかしくない？みんなそこをつっつくべきなのに。だから PCR 行かなきゃいいんだよ。こういう時もね。いけいけ言うけど、どん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 ね、増えてってね、数だけね。実際死んでる人なんて少ねえじゃん。ね、みんなが行くから、数だけ増えてパニックになるんだよ、世の中ね。それが今回のコロナ禍のトリックですよ。うん。そうじゃない？そうだよ。そういうもんだかな。昨日日本で一人だけコロナで死んだ。じゃあワクチンでどんだけ死んでんのよ。そういう話になるよね。ワクチンでどんだけ死んでんのよ。で、イスラエルかなんかもう4回目ブーストかけんでしょ。日本は3回目来るけど、ねえ、あんなにブーストかければ免疫も自然免疫だと落ちるし、ねえ、今増えてる状況もそうですよ。ねえ、ワクチン打てば、ねえ、自然免疫落ちて、今ワクチン打った人がね、あのコロナにかかってるのそこだよね。
いやいや、ね、重症化を防ぐものであって、ね、感染しないとは言えない。そこをなんか未だに間違えてる人いるんだよね。自分を守るものであるかな、ワクチンはね。ね、感染を防ぐものでないから。その考えができるなら歯医者は、だから歯医者は行くっつってんの。は？今検査したやん。私陰性。これは何なのじゃん。陰性でございますよ。いや、念のため PCR もしますけど、ね？キットでは陰性。歯医者も行きます。だから午前中に PCR を受けて、その後に歯医者も行きます。多分明日ぐらいには出んじゃないかな。その街角の木下グループだと確か1日だったかな。歌舞伎町の時も1日の夕方ぐらいに出んのかな。朝一で行けば。一歩も外に出てる、出ないでっておかしくない？だったらその辺に歩いてるおっさんとかババアにも言ってよ。ねえ。なんで私が出歩いちゃいけないの？おかしな話だよね。さっきも熱測りましたよ。36度だからね、私ね。咳も出てない。症状も出てません。もうコロナの話終わっていい？ね、PCR 検査も行くんで、今日ね、予定を変更して、いいですか？もう。ね。ね、陰性だったら陰性、陽性だったら陽性の結果を見せますんでね、ここでね。ね、それを待っててください。ね。いいですか？みんな。ね。でもさ、なんか昨日の気になるニュース、コロナはどうでもいいんだけど、なんだっけな、彼氏から、なんだ、SNS で知り合った人から精子の提供があってみたいなニュースがあったんだよ。あれも面白いニュースだよね。あれってさ、ぶっちゃけね、既婚者がね、SNS で知り合った人が提供ってことは浮気になんないの？あれ。なんかよくわかんないよね、あのニュースもね。普通にね、出会い系をやって不倫をしてたっていう感じじゃないんだったらね。うまくね、不倫とか浮気を精子提供みたいに、なんかよくわかんないね、あのニュースね。
そうそう、それでなんかね、児童養護施設にポイとかなんとかとかね。もうしつこい人がいるね。陰性だし、ただの風邪で歯医者を行くなら、ここはママに会ってからに。だってうちのお母さんに会う予定ないもんだって。もう意味がわかんないよね。ねえ、親が何の関係があんの？じゃあ、あなたが言ってることはね、私が2週間家を出ないようにさせたいの？ねえ、買い物も行けない、外配信もできない。ここでまた2週間、私はね、前回みたいに外出なきゃいいのかい？だって、検査するのにも外行かなきゃいけないんだよ。ねえ、お家の中で、今、簡易キットをやったけど、ね、PCR するために、外出なきゃいけないんだな。コロナじゃないかな、お母さんに会えるようだから、今。ねえ、ただ疑いがあるから会えないんでしょ？そういう話をしてんの？まあ、会う予定もないけど。もう同じ話をしないで、今簡易キットをやりました、陰性で、念のために PCR もやります。それで歯医者は行っちゃダメなのかい？ねえ、私穴ぼこ開いてて今ね、歯が痛いんだよ。ぶっちゃけロキソニン飲んでんの今状態。もう2週間お正月からね行ってないんだよ。お正月休みね、やっと新年歯医者ね行こうかなと思ってさ、いつ治るんだこの歯は。もうみんな行ってこいよ。みんな PCR してこいよ。簡易キットやれよ。本当によ。なあ、それで数を上増ししろよ。ね、あの何千人って今出てるけどさ、みんな上増ししろよ、数を。いや、ぶっちゃけね、この理論わかんない？症状が出てないね。コロナの症状が出てないより、私はね、虫歯の治療の方が大事なんだ、はっきり言って痛いし。ね、このまま放置すればかなり痛いですよ。じゃあ病気にね、ね、いいも悪いもあるんですか？病気は病気で、そこがみんな脳みそがおかしいっつってんだよ。病気は何だって小さい大きいに限らず病気なんだよ。病気にかかって治すのが当たり前だし、歯も治すのが当たり前なんだよ。
人にうつるかな言ってる。私がじゃあコロナなのか、今陽性が出た人だったんだよ。わかりますよ、今どっちもわかんない状態で出歩かるなって言ってる世の中おかしいんじゃねえの。症状も出てない人ね。だったらみんな出歩かないでよ。私に言うんだったらみんなだって一緒でしょ、条件は。ね、たまたまね、近くにいた人がね、出ただけで、みんなだって知らないうちに出てる人が、の近くにいたりとかする可能性もあるやない。もういいですか、終わってその話。本当にもうしつこいよ本当に。他のところでやってくんない？で、もうその結果次第やんだって。もう結果が出てない状態でもうガチャガチャ言ったってしょうがないでしょ。だってそうじゃないの、これね、結果がね陽性だったら騒げやいいじゃん、私のことをさ、またいつもみたいにね。そうじゃないのね、ボロクソに叩けばいいじゃん、ざまあみろっつってねえ、あん時みたいにざまあみろってお前の責任だよって言ってね、また泣けばいいんだの私が。ただあれだね、今から外半身にねカメラ持って行ったらやられるだろうね。それで陽性だったりしたの。これはちょっと避けようかな。そこまでしようかなと思ったけどさ、プライベートで行った方がいいよね。で、やられるよね、コテンパンにまたね。万が一ね。うん。まあ多分大丈夫だと思いますけど。うん。昨日ね、カレピトはね、昨日は少なかったで、3時間しか喋れなかったんですよ。今までね、2日間、4時間喋ってましたけど、昨日はね、3時間だったの。そう。結構ね、朝早いからさ、なんつうかな、話したいんだけど、なんか気使うみたいな。うん。昨日はなんかね、あっちも用事があって、みたいな感じで、私は待機してたんで、ずっとね、あの、ツイキャスのことをしながらとか、YouTube 見ながらとかさ、いつ話せんのかなってね。で、夕方夜か。夜ぐらいに電話し始めて、11時ぐらいに電話終わったのかな。うん。いやでもね、もっと話したいってなるよね。不思議だよね。それでもね、足りないって。でも、よくよく考えたら、会いに行った方が早いな、みたいな。3時間、4時間話してんだったら、遠距離だけどね。会いに行った方が早いな、みたいな。あ、みーなちゃん、お茶ばかりありがとう。チャリンチャリン。そうじゃん。野田さんが 37.8 度熱がある。それ本当？それどこ情報？おソースはあるの？寝てるの？寝てんじゃわかんないじゃん。昨日から体調悪い。まあ普通にね、寒いからね。じゃない？え、今起きて測ったの？ただ、あれだよね。どうなんだ、オミクロンちゃんは熱、そんなに高熱出るっていう話はないよね。どうなんだろう、高熱出るって情報ある？うん。初見さんいらっしゃい。
喉と声がガラガラ。まあ冬だし乾燥してるから暖房つけてたら誰でもガラガラだわ。寝起きとかね。私だってガラガラしてるもん。水分とんなって。フレディちゃんお茶ばかりありがとう。じゃない冬なんだかな。コロナうんぬんじゃなくてね。普通にあれだよね。普通に、だって風邪もあるだろうし、インフルもあるだろうしね。昨日ガメラさんも 37.8 のガメラさんだってギガフェス来てないじゃん。関係ないや。じゃない。全然関係ないね。ガメラさんは持病があるからね。ガメラさんなんか映っちゃったら大変ですよ、はっきり言ったら。そうじゃないの。ねえ、ぶっちゃけさ、ガメラさんガンなんだかな。もう一発で死ぬべん。でもあの人免疫が強いんだろうね。生命力が強いからなかなか死なないよね、ほんとね。だって余命宣告されてんだよ、あの人ね。余命何年って宣告されてんだけど、なかなかしぶといよ、ほんとに。だからめっちゃ生命力が強いんで、免疫とかね。体がね、癌の治療してるけど、生きよう、生きようっていうさ、そのパワーが大事じゃない、ぶっちゃけ。病気に勝つには。病も気からって言うけど、コロナって脳みそがいっぱいになってたら、ねえ、なるもんもなっちゃうよって話だよ。ねえ、気力とかね、生命力とかさ、免疫がやっぱり大事なんだよね。人間って。そうだよ。葛根湯？漢方薬。漢方薬結構効くよね。私熱出た時に漢方薬とか飲んでたけど、めちゃくちゃ効く。あの市販とか処方箋より効くよね。葛根湯とか最強だよね。荒れてないよ、もう。何でもいいけど、TJ さんに迷惑かける。は？ TJ さんに迷惑かけない？どういうこと？どういうことだ？何があっても TJ さんに迷惑かけないって何の話をしてんの？さっきから。ループになる。いいんじゃないの？みんな検査行けばいい話なんでしょ？ぶっちゃけみんなが行かなきゃね、別にクラスさんなんて起きたか起きてないかわかんないしね。じゃない？ぶっちゃけ話。いやいやいや、イベントは関係ないの。まあ、関係ないって言っちゃあれだけど、ね、人が多いから、まあ、一人ぐらいはいるかなって私は思ったよ。それを覚悟で私たちも出てるし、もうそれは自己責任じゃね。まあ主催者のね、責任とかもありますけどね。爆発的に増えちゃったな。ただみんなそれを分かってて、選手とか出演者として出てるわけよ、この時期でね。そうじゃん。そう、前もってみんな抗原検査はしてるし、会場も、ねえ、あんまり騒がないようにね、話ししないようにっていうアナウンスも流れてたし、マスクも着用してたしね、席も離れてたし。まあ、対策はしてたんじゃないの？あれね、そうやってね、もう責任を探したってしょうがないんだよ。コロナって、なったらもう治すしかないんだよね。別に誰が悪いとかじゃなくてね。だって病気なんだから病気が悪いじゃん。ね。そう。治すこと、重症化しないことを願うことが一番じゃないの？死なないことがさ。ね。誰がうつしただのね。誰からもらった、どこで出たとか関係ないんだよ、このレベルだと思う。早く治ってね。ね、お大事にっていうのが一番じゃないの？経験者なんで、みんな何でも聞いてください。ね、あの最強のデルタにかかってんだからさ、当時最強のね。
感染力は低かったけど症状が最強のやつに変わってんだよ。うん、でもあの時もすごかったけどね。まさか自分がなるとは思わなかったぶっちゃけね。みんなもそんな感じでしょ。いつか回ってくるとね。ねえ、いつか自分の番が来るとは思ってた方がいいね。普段の手洗いうがいね、私はしないですけど、あんまりね。手洗いうがいとか、そういう、なんつうのかな。ね、普段から気をつけてればいいんじゃないのって話だよ。入院したらマウント取ってん。でもどうなんだろうね。抗体は私、どうなんだろう。抗体ってあんのかな？デルタにかかってるけど、変異株やん。ねえ、みんなあの時にワクチン打って抗体を作ってると思うんだけど、関係ないよね。もうないよね。ワクチンも切れてるぐらいでしょ？ 3 ヶ月とかで。それでみんな回数を重ねてくんだから、ブーストでね。ただなんか2日前かなんかのニュースでなんか合体技みたいなのが出てきたよね。あれも最終形態みたいなの？デルクロンだっけ、なんだっけ、オルクロンじゃなくてなんかね、オルタデルタじゃなくてなんだっけな、デルタクロンとかいうな。すんげえのが出たんで、あの感染力も強くて重症化しやすいんで最強のボスみたいな。あれ誰か作ったっぽいよね。もうタイミング良すぎだよねって感じで、もうそれが最終形態じゃない。ワクチン打ったら一生打ち続ける。3回目みんな打つの？ぶっちゃけみんなもう2回はやってんじゃん。私は打ってないですけどさ、3回目打つ？まあ、この状況だったらみんな打つかな。でもさ、オミクロンに今までのじゃなくて、オミクロンちゃんだったら打つかね。オミクロンに対応したワクチンだったら打ちたいんじゃないの、みんな。オミクロン一回も打ってないんだ。ただ私一回も打ってないからさ、今から3回一気に打つことはできないんでしょ。もし打ちたいとなったら1回目、2回目、3回目って重ねてかなきゃいけないんでしょ。やだね。その何ヶ月、何週間か開けなきゃいけないっていうね。なあ、もうも熱ある。嘘でしょ。もうみんなやめて、もう。全然楽しそうに話してんじゃん。また始まった、こういうの。怖いんだけど、みんなもう。野田さんの顔ウケんだけど。笑い事じゃないけどさ、野田さんの顔やばくないね、起きの。すげえんだけど、今、チラッと見たのさ、やばくない？もう、この世の地獄みたいな顔ね。直樹兄さんは受けて陰性だったもん。でも、ワン太郎くんが陰性って言うと不思議だよね。一番近くにいた人が陰性なんでしょ。だからなんかコロナって何なんだろうね、本当に。ね、オミクロンは、だって通りすがっただけでうつるってやつでしょ。何なんだろうね、それ、うつる人とうつんない人の差ってね。不思議じゃない？近くにいた人がうつんなくて、遠くにいた人がうつったりとか。あ、まあ、免疫ね。確かに私がデルタにかかった時はすごいね、疲れてて、体調悪かったんだよ、もともとね。で、手洗いうがいもしてなくて、いろんな人とコラボしたりとかしてて、みたいな。ちょうどね、なんか、免疫下がってたんだよね、あの時多分ね。不潔だからとか言って。手洗いうがいは大事なんだなと思った。でさ、手洗いうがいしてない人うつんない？ぶっちゃけね、そこが最強なのかなっていうね、結論に至ったわけ、免疫と。普段の手洗いうがいがかなり効いてるみたいなさ。
大体コロナかかった人ってさ、なんか不潔不潔だったりとか、まあ、まあ持病もありますけどね。手洗いうがいしてない人多いもんね。うん。そうだよ。うん。麦つつくんも陰性ってことは、まだわかんないけど、違う場所じゃない？今、確定では言えませんけど、なんかだんだんギガフェスじゃねえんじゃないみたいな。ねえ。まあ、今日明日でね、ボロボロ結果はわかると思うけどね。なんかその後のお外で映ったか、前日、まあ、前日だったら出ちゃうもんな。それかわかんない。この、ね、二日後ぐらいにみんな熱が出て寝込む可能性もあるしね、タイミング的にね。ね、人によってさ、出る出ないも遅い早いもあるからね、症状がさ。出る人もいるし、出ない人もいるし。打ち上げに行った人が熱出てる。打ち上げをしてたの？でも私たちもおかまちゃん同士で打ち上げしたけどね。あの後、しゃぶしゃぶ食べて。うん。打ち上げはやっぱりダメなのかね。飲食店。飲食店はなんちゃらって言うじゃん、飲食店ね。緊急事態宣言の時もそうだし、お酒の席とか、うん。カラオケボックスとかね。うん。石川さんは言ってない。奈々ちゃんはデルタに誰に移したの？誰に移されたの？あの時？まあ私がもともと持ってたか誰かに移されたんだけど、わからん。あの時は、事前に絡んだ人で、クラウン君っていたんだよね。その人も私の濃厚接触者だったんだけど、一週間前とね、一週間後の、ね、熱出てからの人を調べたんだけど、クラウン君は出なかったの。ただ、ダンスコラボした、やっちょ君と、まさと君っていう人がね、全員コロナにかかったんだよ。そう。私が出会い系から持ってきたか？ねえ。で、ナーボーにも会ってんだよね。ナーボーにも会ってて、ナーボーも出たんで、その時ね。ナーボーと私、やっちょくん、まさとくん。うん。そうなんだよ。あとは、ポンスケくんと、あと誰だっけ。結構ボロボロボロって出たんだよね、あの時ね。うん。いや、犯人探ししてもしょうがない。その後のことでしょ、だって。うん。そうだよね。ナーボーはモグゴリルートとか言ってたよね。なんか地図、なんかさ、図みたいの書かれてるよね、あの時ね。で、モンジョリルート、モグゴリルートって2個あったんだよ。で、モンジョリクラスターとか言ってさ、ね、私が、ね、広めたみたいな感じ。だから炎上したんだけど。うん。で、モンジョリルートは、藤見ちゃんとか直樹兄さんとかね、au ペイマーケットの通販のルートもあったんだよ。その後にね。でもそこは全員、出なかったんだよね。そう。いや、今となりゃ笑い話じゃない？だって私苦しいんだもん。ねえ。責任は自分の体で取ったと思うけどね。高熱が出て、2週間ずっとね、泣き続けたから毎日さ、いじめられてね、みんなに。自分なりのけじめはつけたつもりだよね。みんなの前に謝ったしね。ねえ。自分が苦しいんだし。うん。いや、泣いたよね。私コロナになった時。で、ちょうどイベント中だったんだよ。生誕祭っていうね、でっかいイベントの、ねえ、もう、始まったぐらいの時に、私コロナになっちゃって寝込んじゃったから。ねえ、そのメンバーにもみんなにもさ、ねえ、迷惑かけちゃったりすいませんってね。ねえ、リーダーだったんだけど、リーダーの私がさ、ねえ、ごめんなさいってね、一番頑張んなきゃいけないのに、みたいな。
それでね、ちょっと症状良くなってから巻き返しみたいな感じで。まあみんな頑張ってたんでずっとね、メンバーもさ、ドリキャスもね。うん。兄さんは抗原検査を PCR とごまかしてる説。そうなの？あ、でも兄さんは結構あれだよね。PCR ちゃんと行く人だと思うよ。うん。すぐね、パッと行くか。あの人ほら、ビジネスやってるかな。結構ちょこちょこ PCR はしてるんだよ。多分あれ、東京とかだとさ、近くにあるからいいよね。いろんなとこに、その、無料の PCR 検査センターみたいなのあんだよ。新宿にもあるし、渋谷にもあるし、池袋にもあるし、みたいな。だからね、パッと行けんだよ。うん。ほう。いいよね、東京とかの人はね。うん。だから私は今日は、だから30分かけていかなきゃいけない。40分かな。もう、かなり早く出るとこだと、3、40分かけていかないと。うん。あとは病院で個人の病院とかさ、そういうとこでやってる検査とか行くしかないじゃん。話聞いてる？おーい。聞いてますか？また。聞いてる？みんながね、イケイケ言ったんだよ。ねえ。聞いてますか？言うだけ言ってね。ねえ？ほっとくろかい？ねえ。結局ガチャガチャ言ってる人はね、ねえ、コロナなんたらかんたら言いますけど、ね、かかってざまを言いたいんだろっつうんだよ。聞いてる？ PCR 配信をしない。もうこのまんま、いや、今日はもう無理だよね。このまんま、だから、そうだね。10時にメンテナンス入るか、そっから行くしかないね。予約取っちゃったかな。このまんままったりやって10時まで。うん。まあ、ちょっと朝ごはんは食べようかね。雑談しかないよね。もうね、外も、むやみに出たらまた怒られそうだし。うん。朝ごはん食べまーす。よいしょ。何食べようかな。あ、パンにしよう。パンがあるんですよ。あの、美味しい。美味しいパン。高級パン一斤1500円の誰も知らないっていうさパン屋さんがあってね、なんか誰も知らないんだけど、なんだっけな、いや冷凍してあるんで解凍すればいいんじゃないのこれ。これあれなんだよ、たまたまこのパン屋気になって行ったら、そこのオーナーさんがリスナーさんだったんだよね。そう。で、無料でくれんのかなと思ったんでね、普通に買わせたんだよね。返金もなしで。で、ワンチャンリスナーさんだから、ね、無料でね、提供してくれるのかなと、普通にね、3000円ぐらい私払ってる、ね。おはようございます。日付経ってね、これ3ヶ月ぐらい、2ヶ月経ってるかな。でも大丈夫じゃない？これなんか、チョコの味とか、普通のプレーンの味みたいな。どれがいいかね。冷凍だから大丈夫っしょ。2種類食べますか？いや、でも、どうだろう、これ。トースターでやれば大丈夫だよね。ふかふかになるよね。いや、パンの冷凍って結構、解凍すれば大丈夫じゃない？
潰れてるけど元に戻るやん。熱加えればね。ね、ちょっとお野菜なんかね。これじゃあ2個、2個トースターで15分ぐらい。これはもうダメかな。お正月のおせちあるけど、これはちょっとまずい。かまぼこはいけそうだけどね。卵焼きはちょっと無理かな。卵焼きは無理だよね、卵ね。お正月からどんぐらい経ってんのこれ。これは捨てた方がいいっすね。ね。パンだけでいいかな。パンとキムチでいいや。キムチのパックみたいなのあるんだよ。キムチはそんな腐んないよね、すぐね。これはまあ今年買ったやつだからね。お正月に買ったやつだからいけるっしょ。いや卵とかあるけど、卵めんどくさくない？焼くの。うん。いや卵とウインナーもあるけどね。まあパンといえば朝食で卵とウインナーだけど、めんどくさがないやから。じゃ料理配信でもないし。電子レンジチンで卵できんの？目玉焼き？できんの？いや、シューマイもありますけど、いいんじゃないの？パンだけね。なんかそんなにお腹空いてないんだよね、今日ね。なんつうの？私はね、オミクロンより違う病気にかかっちゃったかな、みたいな。恋という名の病気に。だそっちの方が重症化してんだよね、今ね。もう、頭の中いっぱいって感じ。でもさ、めちゃくちゃいい人でさ、あーって私のこと思ってくれてんだな、みたいな。マジで運命の人かも。うん。本当に。だみんなが配信者とかじゃなくてね、リスナーさんにしとけっていう理由が分かったかもね。うん。やっぱりね、少なからずほら、配信者とかだとさ、やっぱネタになっちゃうじゃん。配信のネタで画面出したりとかすると、やっぱりね、うまくいかないよ。うん。何ヶ月持つか？でもさ、遠距離恋愛ってどう？みんな。遠距離ってしたことある？会いたい時はやっぱすぐ会えないのは難点だよね。すぐに会えないっつうのは、めちゃくちゃ嫌じゃん。あ、寂しいなって、会いたいなと思った時パッと会えないっていうのはね。ただもう大人になると仕事とかもあるし、ねえ、そんなに毎日のようには会えないじゃん。普通の恋愛でもね。遠距離じゃなくても。浮気？ああ。体的にはね、浮気とか増えるのかね、遠距離ってね。車で6時間かかるはすごいな。たださ、でもさ、遠距離ほどさ、会った時のパワーってすごくない？うわーって、やっと会えたみたいなさ、もう会いたくて会いたくてみたいな、なんかその、なんつうのかな。うわーみたいな盛り上がり方が違うよね。そんなちょこちょこ会ってるより。
だから意外と長く続くんじゃないかな、みたいな。うん。あとは、体の方がね、心配ですから、私ね。ただ浮気はしないんで。うん。体は自家発電でいいんじゃないの？ね、自分で自家発電して、我慢して、みたいなね。そう。出会い系やめないよ。いや、もうほとんどしてないよね、会ってからね。っていうか、してないし。新宿ギガフェスの前は一人会ったけど、それから会ってないし、私ね。うん。まあ、アプリは開いたけど、別に連絡は取ってないよね。いや、消しなって言われてもね、リスナーさんのアカウントなんで、ぶっちゃけね。私は、出会い系さほとんどバンで、リスナーさんからね、借りてる番号のアカウントなんだよね。いや、消してもいいよ。消してもいいですけどね。なんかね、リスナーさんのアカウントだからもったいないな、みたいな。じゃあ消しますか？ティンダー。別にいいけどさ、会うことないと思うんでね。トップページにありますけどね。うん、電源消せるよ。おいっしょ！おいっしょ！あ、サブスクリプション入ってんじゃん。私ね、何万円ってサブスクリプションしてんだよね。お金かかってんだよ。だ今年いっぱいまでは多分サブスクついてんだよな。確か3万円かなんかだったと思う。結構いいプランにしてるかな。まとめ払いで、3万いくらかな。3万4千円とか。うん。やらないならいらない。でもなんかもったいないよね。APP のサブスクリプションを保持しますかだって。出会い婚活マッチングのサブスクリプション、他のデバイスでまた使用できます。2022年10月23日の1日以上前にキャンセルしないと、この日に自動的に更新されると。はー、なるほどね。サブリクションを残す、サブリクションを管理。どっちだろう？これ残さなくていいんだね。管理で、管理にして、あ、そうだね。この Tinder Gold っていうプラン。16,800 円だね。1年間で。Tinder Gold。これを、キャンセルでいいんだね。そうしないと更新されちゃうから、ね。キャンセルしよう。それで外れるね。全部真っ白だね。OK。消しましたと。1万いくら。いや、月だとね、3000円ぐらいのこのゴールドってやつ。ただ、年間払いにすると割引が効くよ、みたいなね。いや、パチパチじゃなくて、私は浮気しない人だから。彼氏できたな、結構ガチだかな。もうその人しか見えないタイプ。浮気するようなタイプじゃないんだよな、私ってね。いや、いなかったらバリバリ遊ぶけどね。彼氏いない時とか、フリーの時はもうめっちゃ遊びまくるけど、できた途端にもうその人に夢中みたいな。ね。ポルポンの時もそうだったし、もうポルポンずっと言ってたでしょ。ね。こうやない？ちょっともうパンが焦げちゃってる、ちょっと。待って。もうアウトやん、これでチンし。丸焦げ。あ、でもちょうどいいんだよ、ちょっとしわくちゃだけどね。いいんじゃない？今日のご飯。
ただ、あれなんだよね。お酒飲んだ時は私は危ないんだよ。記憶がぶっ飛ぶし、倒れちゃうからさ。足がね、フラフラになって、そこを男とかに、ね、持ってかれる可能性もあるじゃん。ね？例えばベロベロに酔っ払ってその辺で寝てて侵されちゃうとか、そういうのは気をつけた方がいいよね。まあ、最近ほら、ね、ない？あるの？よくある話でしょ？やられちゃったりとか酔っ払ってて。ある話やん、そんなのさ。ね、お持ち帰りされちゃうとかね。いや、あるでしょ。みんな経験ない？その酔っ払った勢いとかさ、なんとかね。あるでしょ。私にもあるの、経験がね。財布を狙ってるとか、そういうのスリとかじゃなくて、ん？スリの銀次なんかいないから、まあ狙ってる人もいると思いますけど、うん。だからまあ最近はそんなにさ、ほら、お酒飲んでベロベロ記憶がなくなるまでベロベロに酔っ払うことはないからね。あれだけど、まあその辺も大丈夫かなと。うん。あとはもう信用の問題じゃん。アメリカの刑務所の話じゃねえよ、あのね。オレンジのババアじゃねえんだよ、あのな。囚人服着た。ねえ。あれは女だらけの世界だけど、ねえ、あの映画もあれだけどな。いただきまーす。朝ごはん本日。こちら、高級パンでございますね。一斤、1500円の、パンを食べまーす。おいしい。マジうまいな、ここのパン。全然味落ちてないな。めっちゃうまいんだよ、ここのパン。ここはね、うちの最寄りの駅にあるんだけど、なんだっけ、誰にも教えてあげないみたいなパン屋の名前だよね。なんだっけな。なんか変な名前のパン屋さんのチェーン店で、なんかパン職人の有名な人がプロデュースしてるみたいなお店。誰にもあげないっすよね。うん。あ、コーヒーとかに合わせてもいいね。これとキムチが合うかどうかだよね、これね。キムチもいただきますよ。続々閉店してんの、ここのパン屋。ほんとに？やばくない？あれみたいな、唐揚げ屋みたいな感じのノリで作ったのかな？だって、一時さ、タピオカ屋さんばっかだったじゃん。今なくなってんじゃん。もう、やっぱりブームとかあるよね、食べ物屋ね。唐揚げ屋さんもあんないっぱいあったのに潰れてんじゃん。ねえ。タピオカ屋さんなんて全然見なくなったよね。飲食店はかなり厳しいんじゃないですか、今の時代ね。ブームに乗るのはいいけど。うん。いつから彼氏と付き合ってんの？何曜日からだっけ？日曜日からか。月曜かな。ですか、それもう3日ぐらいじゃない。付き合おうとも言われたし、なんかあんまり話してないんだよね、やっぱり今見てるから。あれね、みんなわかるでしょ、ここで言わないってことはそういうことなんだよ、ガチなんだよね。ネタじゃないかな、私も言いたいんだけど、やっぱり一般の方だからね、私も口を滑んないように気をつけないと、うん、
でもこうやって隠せば隠すほどみんな気になるんだよね。どんな人かってな。ぶっちゃけね。ね、画面にも出てこないし、情報も出てこないから、どんな人なんだろうと想像ね。そんなさ、無職の男を付き合うか？付き合わないよね。私は付き合わないんだけど、無職の男。もう普通に無理だろ、もうその時点でね、無職って言われた時点で。無理だよな。お金目当てじゃないよ。あいつもちゃんと仕事してるし、あのね、いいとこが、やっぱりリスナーさんだからね、これをちゃんとね、仕事として、やってるっていうのを分かってるとこだよね。リスナーでもあるかな、私のことも知ってるしね、全部ね。ね、話が早いっていうかさ、うん。男ができたら配信手抜きしてないやん。何も手抜きしてなくない？うん。配信に口出しなんて一切しないよ。好きなようにやってって言ってるよ。例えば、男の人とかのね、コラボの時も別にやってもいいよって、やきもちは焼くと思うけど、みたいな。ただ、そこは割り切ってね、仕事を頑張ってほしいと。な、理解力あるよね、リスナーさんだから。リスナー歴どれぐらい？でももう3年4年ぐらい経ってんじゃないか。初めて見た配信が、だってあの前のお家とか知ってたしね。前のお家、ベルビーチって川崎に住んでた時から見てたって、チラチラね、そんなじっくりは見てなかったんだって。うん。最近だけどじっくり見始めたのはね。まあベルビーチぐらいの時から見てたっていうかな。で、初めて見たときに、女性だと思ったんだって。で、ね、どっちなのかな、みたいな。いや、ほら、私ってさ、名前がさ、藤沢奈々じゃん。で、本当に初見で見るとき、この人男なのかな？女なのかなってわかんない目で見始めんだよ、みんなね。ねえ、どっちなんだろうって、チンチンがついてんのか、ねえ、おっぱいがあるのかとかさ、何なんだろう、この人は、みたいな感じでな。うん。どう見てもおっさん、で、みんなが初めて見たとき、いや、オカマだってね、分かってて見るのと、そのまんまね、ふわっとね、何も知らないで、ふわっと見ると違うんだよ。そうじゃん。その導入部分があるかないか。例えばキムチの味がわかんないと。食べたことなくてキムチ食べたらうわって辛って思うじゃん。それと一緒。ね、この味が知らなかったら、ね、その辛さに驚くやん。だから私もキムチなの。ね、藤沢奈々さんってあれ男なのかな女なのかなって。じゃあちょっとつまんで、ね、食べてみようってさ。あら、食べたら辛い。あら、おかま、みたいな。いや、わかるでしょ。ロン毛のおっさん？ちなみに、全くね、みんなは大体さ、他の枠からとか見始めたでしょ？私の情報を持ってて、見たことはないけど、噂で聞くとかさ、他の枠とかで、ね、モンジュリはおかまだよっていう話を聞いて、流れてきて、ここ見てる人が多いじゃん。ね、いきなりツイキャスをバンと見て上のね、藤さんだなって言ってなんだろうこの人って言って入ったわけじゃないでしょ。そういう人は少ないじゃん。ね、そうそう、これこれさんのところでね、モンジュリって言ってるの見てるとかさ、だからほんと初見でパッと入ってくればわかんないと思うんだよね。一発目は。うん。この人女なのかな？男なのかな？何なのこの生き物みたいな。ももくんから来た？
だから、配信始めた当初、私、女だと嘘ついてたの。みんな騙されてたの。初めて1ヶ月間ぐらいは私、女でやってたからね。全然気づかれない。うん。それでみんなに、実はね、って私、オカマなんだよねって。ねえ、みんなが言うニューハーフとかなんだよねって言ったら、ええー、みたいな。ええー、って女じゃないのみたいな。もうドヒャーみたいになって。ええー、そうなんだって。まあ、そう言われてみれば、声も低いし、いや、顔出ししてなかったから。最初は。もうずっとラジオ配信をしてて、初めて顔出しした時にオカマだってことを私言ったんだよ。あ、それまでは女性ってね。うん。声も男みたい？じゃあこれ消して聞いてごらん。じゃあぶっちゃけ今ね。ぶっちゃけ声だけ聞いてみんな。ねえ、声だけ聞いてごらん。こうやってじゃあ初めて入ってきましたと。ね、この枠に初めての気持ちに入ってきて、私の情報一切ね、頭ん中から消し去って、ね、こんな感じでいいやん。ね、こんな感じで、ちょっと聞いてみて。ね。普通にこうやって話してて、男だってわかるんだから、その男とかオカマっていう情報をさらっとね、頭ん中から消して、私のことをね。ね、どうよ。わかんないでしょ？話し方とかさ。じゃないの？ぬめぬめしてるって何？ん？喋り方はでも男性じゃないよね。男の喋り方じゃないでしょ、私。声のトーンが低いだけで、これを高くしたら女の喋り方だよね。うん。完全オカマじゃん。完全オカマっていうのはね、ひどんなちゃんみたいに言うんで、あらーとか、めぇ、さん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 とかね、わぁ、わかるわかるわかるとかね、あらー、やだわーとかさ。ね。そうでしょ。ああいうの完全にお姉っていうんだよ。ああいう喋り方をね。私は結構ナチュラルじゃん。ね。普通の話し方で女っぽい喋り方でしょ。普通のトーンね。いや、チュルちゃんはオカマ声じゃん。ねえ、あれは、ちょっと、かすれてるっていうかさ、もういかにも男の人が、ねえ、あの、トーンを上げて、まあ、訓練多分してると思うけど、なんか自然的な声でもないじゃん、チュルちゃんとかってね。まあ、可愛いよ。めちゃくちゃ可愛いけどね、チュルちゃんね。うん、声だけ聞くとオカマってわかるよね。オカマって言っちゃダメだけど、もう女だけどね。オカマ声だよね、結構。うん。ひげママとあんまり大差はないよ、声は。うん。聞いてみるとね、ひげママの声とチュルちゃんの声はなんとなく似てる。逆にひげママの方が女に聞こえるよね。角刈りのおっさんだけどね、虎柄の。ひでママを目つぶって、聞いてると女の声にしか聞こえないよ。ほんと。みんな先入観があるけどね、角刈りのおっさんってさ。ね、こう目を閉じてひでママの声聞くと、おばさんの声に聞こえるかな。身内びいきじゃない。ほんとに。うん、だから、カレピは言ってたの。初めて見たときに、ナナちゃんね、女としてしか見えなかったと。で、今も女性として見てるのよ。私のことをね。だから付き合えんの。また、ほら、エッチとかはしてないから、またそこら辺は別問題だけど、ね、初見さんだからさ、経験はないって言ってるから、その辺はクリアしていかなきゃいけないよねって話。うん。楽
建前でだって付き合う、だってオカマと分かってて付き合うね、男の人いる？いないっしょ。いねえじゃん。オカマとわざわざ分かってて、ね、付き合うノーマルの男なんていないっしょ、この世の中に。女として思ってるかな？付き合うわけでしょ？ねえ。金目当てとかさ、そのお金ないしちゃったじゃん。いや、そのね、配信始めた時に付き合ってたのぶくんっていう人もそうだったの。その人も、私のことをオカマだと思ってなかったの。ね、ナナは女だよって。ね、ただチンポは生えてるけど、たまたまチンポが生えただけで、もう女の子だよねっていう出会いだったね。うん。そう。だから、まあ、なんとなく似てるよね。ポルポンとかは、だって私を知ってて、オカマから入ってんじゃん。オカマの私と付き合ってた感じでしょ？女としてじゃなく。あの人は理解できなかったじゃん。その先入観があるからさ、おかま、私が配信してるのを見ててね。うん。配信のデビューをしようとしてる？だってさ、今までの私のね、男とのやりとりを見たら、私をね、彼氏になって、あれをもう一回繰り返そうと思う、普通に。だったらもう私彼氏できてるね、配信者の彼氏がね。あのポルポンの衝撃をね、背負える配信者なんていないよね、ボロクソに叩かれてね。ねえ、とことんやられるぜ。売名とかね、そういう目的で付き合ったらもうこう、テンパにやられるんだから。ねえ、今でも引きずるぐらいね、やられるんだからな。うん、まだこの話続く。特に話す話ないんだよね。特にね。今日は緩めに。だってみんなが PCR 行けって言うからさ、何もできないじゃん。10時メンテナンスらしい。でもたまにこういうね、何もしない日でもいいんじゃない？まあ明日からは別に企画めり込んでんね。ね、メンテナンスってほら3時間しかないからさ、前はね。うん。いいんじゃない？まったり話して。今週の企画はね、でもこれ言わない方がいいな。ちょっと PCR の結果次第で変わってくるから、もしかしたら陽性になっちゃったらできないやつもあるんで。うん。まあ未定。スケジュールは未定って感じかな。うん。外配信もね、できなくなる可能性もなきしなのね。100% ではないか。うん。田中幸喜がリナピに告白した話、何それ？知らない。最近の配信はネタ切れだね、マンネリ化しすぎ。だからこういうのが大事なんだよ。わかる？こういう雑談が大事になってくるの。こう何もしない日みたいなの作って、一回リセットしてね、みんなも、ね、その、毎日何をやるのかなのループから外して、また明日違うものを見せればね。ね、一回みんなもお休み。私もお休み。ね。一回雑談にリセットって感じで。まずやってないでしょ。だから田中幸喜とリナピの話知らねえんだけど、ここでしたってしょうがないでしょ。
ねえ、こうきくんとね、りなぴがやってようが付き合おうが関係ないじゃん。じゃない？別に男と女のね、恋愛事情にみんなが口を出す必要ねえんだよ。もうネット特有。ねえ、別にいいじゃん。だってね、もうカトゥーンも引退してんだし、ねえ、まあ元芸能人って、まあ今も芸能人みたいなもんだけど、別にリナピとね、コウキが一緒になってもいいし、何しようか関係ないじゃん。カレピの話を配信のネタにする？私はしないよ、今回は。うん。話したいけど。お前は相当配信者の恋愛にごちゃごちゃ言ってたじゃん。私興味ない人だもんだって、他の人は。みんなご存知の通りね。話はするけど、ふーんって感じだもん。だってぶっちゃけ関係なくない？他の配信者なんてさ。ここの枠にね。ねえ、何々さんが何々をしてたとかね。この配信者が炎上しただの何でも関係ないじゃん。私には関係ないもんだって。ねえ。ただ、こうきくんはちょっとしゃぶっとけばよかったな。リナピに取られる前に、ねえ、あのまんまね、ここに来た時に、チンコしゃぶっとけばよかった、先に。ねえ、美味しそうじゃん。え？入れ墨入ってるしさ。だって昔写真でね、田中こうきくんとオナニーしたことあるもん。うん。あの、高校生の時ね。ね、カトゥーンの中だと、やっぱり田中こうきが人気だったんで、うちの学校ではね、男子校だったんだけど、ちょっと B 系の田中こうき。まあ、あとはジンくん、赤西ジンとか亀ちゃんとか。その三人がやっぱね、あの男の子には人気だったよね。こうファッションとかさ、音楽とかね。うん。で、女の子は亀梨とか、赤西くんなんだよね。で、男に好かれんのは、こうきくんとかだったよね、やっぱね。うん。ちょうどね、私が高校生ぐらいの、そういう思春期真っただ中に出てきたかっしょ、ね。ギリギリで。うん、だ結構影響されてるね、みんなファッションとかね、音楽とか。BK っていうのはね、なんて言えばいいのかな、BK、今で言うと何なんだろう。ヤリラフィーじゃないしな。BK ファッションは、あっちのアメリカとかニューヨークのさ、ヒップホップ系だね。今で言うヒップホップ系。ちょっとルーズなダボダボの服みたいな。ダボダボの服、ちょっとワンサイズ大きめの服を着て、なんかクラブとかに行っちゃうみたいなさ。ね、ラップをやるみたいな。まあ音楽にリンクしてるファッションかな。ストリート系はね、また違うんだよ。昔は、ストリート系はね、細身だったんだよ。で、ビーストって言ってね、BK とストリートの融合があったんだよね、一回ね。それでニューストリート系？だからストリート系っていうのは大きいじゃん。あ、お茶ばっかりありがとう。なおみちゃんチャリンチャリーン。そう。ストリート系の中に B 系もあるし、ヒップホップ系もあるって感じかな。イメージは。ストリート系っていうと、私たちの世代はスケボーとかなんだよ。スケボーがストリート系なんだよね。もともとスケボーファッション。みんなスケボーを持ってシール貼って、みたいな。うん。そう、それが裏腹系になったんだけどね。うん。私はめちゃくちゃストリート系ファッション、帽子被ってたりとかしてたの。斜めに、ね、あの、キャップ被って、で、ポロシャツみたいの着て、下はちょっと、腰パンとかしてたね。で、夏はタンクトップとかね。ちょっと、なんか、色付きの紫のタンクトップに、ハーパンとかね。写真はあれじゃない？でも、高校の時の写真ないんだよね、全然ね。あれしかないよ。
出会い系に載せてた写真しか。あ、なんかこういうのね、こういうファッションだよね。まあ、ストリートではないけど、なんか帽子よく被ってたよね。こういうの。こういうファッション。これ古着だね。黄色い T シャツは古着みたいな。で、下はアディダスのジャージだったりとか、細身のパンツだったりとかね。ダボダボの腰パンだったりとか。そう。この時は結構痩せてたもんね。だってね。結構。これは私。あ、でも、コマイクに似てるっちゃ似てるね。まあ、猿顔なのかな？私、何顔？犬顔？うん。ああ、女の子にもモテたよ。普通に告白とかされてない、中学とか。なんかお弁当、だからバレンタインの時はチョコレートもらってたしね。まあ普通。普通だけど告白とかされても、めんどくさいんで、普通に男が好きだよっていうのは言ったけどね、私そうなのよとか言ってさ。いや、告白されるじゃん、女の子にね。されたら、実は、私ね、クラスの何々くんが好きなのよって言って、みたいな。え、男好きなのって言われて、いや、そうよって。いや、あんたは誰が好きなのよみたいな。え、私は何々、ね、あな、ね、摩擦、藤沢くんが好きだけどって言って、だから女は無理だって言って。ね、私は何々くんが好きだからって。じゃあ応援するわになんだよね。私は無理なのねって。じゃあクラスの何々くんとうまくいくといいね、みたいなさ。それでなんかお友達になったりとかね。いや、嘘じゃないよ、本当に。喋り方はお姉じゃなかったんで、中学とかはね。普通に、で僕とか俺とか絶対に言わなかったね。私とか自分って言ってたね。その僕、俺を言うのがすごい嫌で、その一人称、自分の一人称を僕、俺って言えなかったの。だから自分って言ってたね。うん。だから親とかには言われてたの、自分って何なのみたいな。今だったら当たり前だけど、自分とかうちとかさ、あたいとかね。あの時はちょっと変だったね、自分っていうのはね。うん。そう。今まで男としかやってないの、もちろん童貞ですよ、私は。少女ではないけど、童貞です。だから死ぬまでには、ちょっとね、童貞なくしたいな。誰かちょっと穴貸してよ。ね、一度でいいからちょっと経験してみたいなっていうのあるけどね、興味はね。うん。おまんこってどんな感じなんだろうみたいな。いや、多分気持ち悪くて無理だと思うけどね。だから、ハチ君はうるさいよ、本当に。ハチ君は男の子なの、あの人はね。LGBT で、ね、T のトランスジェンダーのあの人は。普段男の子だし、政治人も男の子だし、体も、ね、穴はあったけど、ね、おっぱいもないし、もう取っちゃってるしね、ホルモン治療もしてるから筋肉もあるし、声も男じゃん。うん。ただ、なんかね、その時お互い好きでね、子供を作ろうってなったんだよ。ハチ君は、私との子供が欲しかったみたい。本気で私のこと好きでね、ナナと俺の子供が欲しいと。じゃあ、俺らね、試してみたら子供、できんじゃないかなってね。私も種があったしね。まだ。うん。それで試してみたんだけど、やっぱ無理だったんだよ。うん。そう。で、中には、そのオカマとかね、お鍋のカップルとかって、ね、結構たくさんいんだよ、みんなね。オカマはね、ノーマルの男性なんてもう基本的に無理なの。ね、戸籍変えてでも難しいんだよ。ああいうね、ニューハーフの人が、戸籍変えても男の人と結婚するっていうのね、難しいんだよ。うん。
まあ中にはいらっしゃいますけど、本当に難しい、ノーマン男性とね、幸せになることが。で、結局、まあ同業じゃないけど、そのね、逆の お鍋さんと付き合うっていうニューハーフとかね、性転換した人も多いんだよ。それがメジャーみたいな、大体ね。結局。うん。そうだよ。童貞じゃない？それは何？童貞じゃないの？ハッチ君の穴に入ったのは童貞じゃないの？だって女の子じゃないじゃん。ねえ。私は男として接してたから、だから男のケツの穴に入れたような感覚だよね。え？逆穴をしたみたいなさ。男のケツの穴に入れたみたいな感じだよ。たまにいるけどね、そういう変態も。そうでしょ。だって女、まんま女の人に入れたらだって立たないもんだって、私も。じゃないの？女の人と、すっぽんぽんのね、おっぱいついてて、おまんこついてる女に立たないんだもんだって、私も。男として見てたから立ったんでしょ？うん。ねえ。で、気持ち悪いんだよね、会話が。ねえ、あなたたちは私を男として見てんの？女として見てんの？オカマとして見てんの？その会話が私を男として見てるような話でキモいんだよね、マジでね。そういう変態。ねえ、私を男としてね、そういう性的な目で見られたくないね、女が。マジで虫ず走るって感じ。キモ。じゃない？別に女性は嫌いじゃないけど、そういう性的な目で見られた瞬間に嫌なんだよね。だみんなも女にね、女性に言い寄られたら気持ち悪って思うんでしょ？うーってなるでしょ？あれと一緒よ。ね。女同士だと思ってんで、みんなとはね。うん。そうだよ。ハチ君のマンコは臭くなかったね。普通に。なんかフローラルの匂いしたね。うん。いや、舐めてはないけど、上のチンチン、チンチンはしゃぶったから、その時にプーンって下から匂ったけど、フローラルの匂いだったね。なんかあの漫画じゃなくて、なんていうんだっけ、裾がではなかったね。普通に体はいい匂いだったの。うん。フローラル系？なんかあの、お花の匂いがしたよ。ジャスミンとか。なんかまあ難しいよね。今のカレピも、ね、逆の立場で考えると女として見てるけど、実際ね、そういうほら、シチュエーションになった時にね、エッチとかやる時にどうなのかなってね、私は結構プレッシャーなんだけどね、エッチする時が。うん。そこで、そうだよね。そこも重要じゃん。ぶっちゃけで付き合うってなると、やっぱりそういうこともするやん。しないカップルなんて珍しいでしょ？セックス。話し合い。そこでさ、ね、ポルポンみたいに立たなかったらどうしようかなってね。ね、感情とは裏腹に、っていうのも怖いっていうのもあるよね。なんか好きだからこそゆえに、そこの扉を開く。どうでもいい男だってパッと脱いでね、暖かかったら終わりでいいけど、ね、ジャボジュボジュボって舐めて終わりみたいな感じでいいけどさ。うん。普通の人は無理？会う予定はね、まだ決めてないね。会いたい時に会おうか、みたいな。まあ会いたいんだけどね、私はね、いつでも。うん。いつでも会えんだけど、まああっちもお仕事してるし、私もね、毎日配信があるかな。まあタイミングだよね、その辺ね。うん。
相手どこの人なの？うるせんだよ、一時。おめえさ、このアイコンにしてるやつ信用できねえんだよな。こういう私の顔にしといてね、こうやって探るようなな、お前。言わねえって言ってんだよ。なんで誘導尋問どんなって。怖いよね、このまんまペラペラペラつぐになったらさ。でも今回は結構我慢してる方で、本気だから、本気で彼のことを好きだから、あのね、ペラつぐになんない。もうこう考えながら喋ってるっていうかね。ねえ、うん。おすすめ規制されてる、なんで？されてないじゃん。されてないよ。いやー、今日忙しいな。PCR 行って、歯医者行って。ちょっと歯医者間に合うよね。大丈夫ね。13時だから。もう、なんか、人が集まるとそういうことになるのかしらって感じだよな。本当にね。早く出てもしょうがないじゃん。だって10時に予約取ったんだっけ？私11時だっけ？あれ何時に取ったっけ？で3、40分かかんね、電車乗ってね。何時だったっけ？11時だよね。だからまあ、メンテ入ってから移動で、まだ時間余るぐらいだもんね。うん。だからこっから何も食べない方がいいね、1時間以上もね。うん。いや、だって電車で乗るだけだもん、だってこっから。いや、自転車で行けない。武蔵小杉まで。多分1時間半ぐらいかかるよ、自転車。電車乗って移動します。タクシーだとお金かかるかな。うん。電車だね、電車。うん。いやね、移動中にね、またね、配信をつけるとめんどくさいことになるんだよ。そこで喋んなとかね、周りに映してるの、変なのが湧いてくるから、またね。配信はつけない。もう10時にメンテナンス入るから。だってこの間だってそうじゃん。タクシーに乗ってる時にタクシーがどうのこうの電話されて、足は風評被害を受けてんだよ。あの後。ね、コロナの時にタクシーに乗ってね、知らなくて乗って、その後に乗車拒否されてんだが、タクシー運転手に。あなた、ね、コロナだったでしょみたいな。ね、タクシー乗ろうとしたら、大丈夫ですかって、もう体調大丈夫なんですかみたいな言い方されてね。最悪だよね、あのタクシーね。うん。それ何なのって。じゃあ乗れないってことなのって言ったら、うーんとか言うし。そうだよね。だからみんなが電話をしまくったんで、タクシー会社にね。それで私の噂が流れちゃったんで、タクシーに。あの人はコロナになってタクシーに乗ってみたいな、迷惑をかけたみたいなさ。まあ、実際迷惑はかけたけど、そういう拡散もあるんでね、こういう配信っていうのは。配信で映さな、でいいとか映さなくてもいいんじゃないの？うん。いや、ね、結構ね、言い方し広かったよね、あれね。ね。じゃない？あの運転手も意地悪だよね。あいつこそコロナ脳だよ、本当に。結構ひどい言い方されたかな。私は我慢したけどね。もうぶん殴りたかったけど、本当にタクシーの中で大暴れしてやろうかなとか思ったんで、ぶっちゃけね。で、もうタクシーの中窓ガラス割ってぐちゃぐちゃにね、ハンドルとかも取って頭にぶつけて、血だらけにしてやろうと思ったけど、
私も大人になったよね。まあ、少なからず迷惑はかけたからさ、私がね。配信つけてコロナの時に乗っちゃったのが原因ではあるかな。そうだよね。うん。ただひどいけどね。歯医者に電話して相談したの？は？それを言うべきなの？歯医者に。いや、歯医者は行くよ。だって簡易キットで陰性だから。念のために PCR 行くだけで。ね？さっき簡易キットで私陰性出てるから、これ。じゃ、何のためにこのキットが売られてんの？抗原検査で陰性ですよ。だって言ったらさ、だって、何？まためんどくさいことになんない？ね、言う必要なくない？だって私が確定してないのに、コロナなんて騒いだやっちょくんみたいな感じじゃない？レベルが違うけど、そういう問題になっていくと思うよ。普通言わないでしょ。それ言ったことによって、歯医者さんも消毒とかし始めるかもしんないよ。そうじゃない？お店にも迷惑かけんじゃないの？ねえ、言っていいことと、ねえ、言わなくてもいいことってあるじゃん。ねえ。だって直接対面で私話してないし。しつけえな、本当に朝からずっとその話か何時か3時間もその話をすんのかい？そのね、梅宮だっけ？私話してないんだよ。記憶にもない、その人と。ワンタロウくんのチンチンはね、もみもみしたけど、そのセコンドなんでしょ？いたかいないかもわかんないぐらい覚えてないんだよね、ぶっちゃけね。ってことは、濃厚接触者ではないんでしょ？その、同じ空間にはね、ね、5分ぐらいしかいないよ。本当に。そうなの？梅宮のたっちゃん漬けじゃねえんだよ。な？揉み込み大事じゃないんだよ。本当に。うん。だから、危ないのは、危ないっていうか、気をつけるとこは、そこの野田さんとかね。近くにいた野田さん、ワンタロー、あとバファリン。あの時に控え室にいたのは、あそこのエリアだよね。あの、端っこの入り口エリアだから。ワンタロー君たちのね、控えてたの。もう、部屋を入ってすぐ入り口のとこだよ。うん。そこには5、6人いたかな、そこにもね。うん。野田さんは熱出てるかな？知らねえよ、だから。検査行くっつってんだよ、私は。検査行かないなんて言ってないんだから。今、テロップ見えてるかな、本当に。しつこいな。みんな検査行くんでしょ？うん。市中感染って知ってる？知ってるよ。だって歯医者だってね、病気なんだよ。虫歯という病気。いや、虫歯放置してたらどうなんの？今日死ぬかもしんない、私これで。脳みそに菌いったりとか、ね。今穴ぼこ開いてんだかな。その隙間からね。ね、バイ菌が繁殖してね、歯がなくなるかもしんないと。ね、今流行ってるオミクロンなんて風邪と一緒なんだよ。死なねえんだから。どっちが大事かって言ったら歯の方が大事なんだよ、私はな。ね、虫歯を治すことの方が、ね、病気レベルは高いの、私の中で。そうだろ？ねえ、そんなね、風邪ごときのものでみんな騒いでんねん。バカじゃねえのって感じ。ぶっちゃけ言うとね。死なねえんだから。ね、ワクチンも打ってんだろ？だったら安心しろよって話だよ、そろそろ。な？みんなが騒げば騒ぐほどまたね、ロックダウンとか始まんだよ。緊急事態。行けば行くほど検査ね。よく言って。ね、騒ぎすぎなの、本当に。ね、ワクチン打ってないんだから、オミクロンだろ？今流行ってんのは。
風邪だって言ってんじゃん。ね、ちょっと発熱、ね、喉の痛み、頭痛、ね、ね、そんぐらいのレベルなんだかな。考え方がやばい。普通の風邪をうつして怒る人なんていないでしょ。ねえ、風邪で入院させてる方がおかしいんねん。それは前回のコロナがあったからでしょ、デルタとかすごいのはさ。だから気をつけようねって今対策してるとこなんじゃないの。風邪だけどね。風邪ではないので言い方、はぁ、学者とか言ってるし、風邪の症状だって。風邪と似てますねって言ってますけど。読んでないんですか？そういう発表してる論文。ね、製薬会社が出してるね、症状とか見てないの？ね、風邪と似てるって言ってるよ。重症化もしないって。ね、なかなかしないって言ってんじゃん。ただ感染力が強いから広まってるだけでしょ？じゃあ日本でオミクロンで死んだ人っているの？ぶっちゃけ。今。こんだけ流行ってんのに死んだ人いんのかよ。沖縄なんてゼロ人だからね、死んだ人。あんだけ流行ってんのに。え？おとといぐらいの死傷者が、死人がゼロだぜ。ね、昨日はいた？ビビんなよ。もう何千分の何万分の一だろ？死なねんならビビんなよ。死なねんだから普通の人は。みんな健康だろ、こんなコメントカタ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 書いてんだったら。ねえ、気をつけんの。病院とか持病持ってる人で通院してる人で、ここでね、元気よくね、なんだ、あんだこうだ、ガチャ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 変えてる人は問題ねってことだよ。元気だろ、みんな。あ、お茶ばかりやと、チャリンチャリン。ええー、だから学習しろってんで、かかったらかかったでいいんだよ。ね、かかった人を責めるこの世の中がおかしいです。最初から言ってんじゃん、私はね。病気にかかってね、責め立てる世の中が間違ってんだよ。それが病気だって言ってんだよ。ね、コロナの病気が怖いとかそこなんだよ。な、人をね、ね、人との距離が離れたりとか、人を責めたりとかね。ね、こうしろ、ああしろとか制限したりするこの世の中、それが病気だって言ってんだよ。そこが一番の病気なの。ね、今回は。お前も犯人探ししてる？してないよ。してませんよ。経験者だし、デルタ、あの最強のデルタにかかってるからもう怖くないんだよね、私ね。え？ねえ、あれ以上じゃねえんだろ？デルタちゃんかかってるし、ね、苦しんでるし、私は。ね、そんな怖くねえんで、次ね、かかったら、お、ね、OS1 かな、なんかを用意しとけばいい。大量に余ってんだから。ね、みんなが差し入れしてくれた OS1 が一箱、一ケース余ってんのが、あれ飲めば治るんだから、大体は。いや、結構余ってるよ。で、今、発熱しても、ね、食べ物もあるしね。OS1 もあるから戦えるわ、私は。ねえ。あの、酸素飽和度も測れるしね。体温計もあるし。そうね。いや、結構ね、OS1 効くよ、本当に。あれは用意しといた方がいいかもしれない、みんな家に。もしもの時にね。あの、お買い物も行けなくなっちゃうから、食料、まあ、食料は国から送られてくるけどね。OS1 は、あの、水分はかなり大事。めちゃくちゃ水分取るかな。もう脱水症状になるぐらい汗が出るからさ、寝汗っていうの。もう朝起きた時にびっちゃびちゃになるかな。もう背中とかもう、洪水のようにあのね、寝汗かくよ。コロナっていうの。ポカリはね、ダメ。ポカリは、甘いからね。
あの、点滴と一緒の成分の OS-1 を飲んだ方がいい。あっちの方が回復率高い。うん。病院の先生も OS-1 を勧めてくるよ。うん。点滴と一緒だからね。うん。でもね、昨日結構私寝汗かいたんだよね。今日朝の4時ぐらいに起きたんだけど、寝汗半端なくて起きたんだよね。本当に。うわーと思って。リラ猫ちゃんのツイッター見てん。何もうリナピリナピもう。カマチョリナピなの？リナピは。冬だからあれじゃない、おまんこが冷えちゃってんじゃないの？リナピも。おまんこ寂しいんじゃないの？リナピーで検索しても出てこない。リナ猫か。5年間ありがとうございました。今年約束守れなくてすいませんでした。私の子供は一番可愛いので守ります。やり方間違ってたらすいませんでした。みんなありがとうだって。え？どういうこと？なんで急に？なんで引退になるの？ちょっと待って、私熱出てきたかも。ちょっと不安。嘘でしょ？なんかぼーっとすんね、頭。ちょっと怖いんだけど、マジで。これが怖いんだよな。ちょ、なんかね、顔赤いよね。今、エスカレートしたからかな。エスカレーションしたからかな。ちょ、なんかね、ブワーって頭痛くなっちゃった。ガンガン。35.6 度、エスカレーションだね。エスカレーション、今ブワーって喋ったかな、血圧が上がっただけだね。うん、ブワーっとね。でもみんなね、聞いて、コロナにね、デルタかかったけど、その前ね、なんか微熱みたいのが続いたの。35度とかの日ね、3日前ぐらいに35度で、次の日37度とかだったの。それまた35度に戻って、急に40度みたいにダーンって出たんだよ。だから、ちょっと疑いがある人は、こまめに熱を測った方がいいよね。1日でかなり変化するから、ほんと。うん。その、かかってる時も、結構ね、熱の高低差が激しいんだよ、コロナってね。朝はめっちゃ下がってるけど、夜に爆発的に上がったりとか。だからもう1日で3回ぐらい取った方がいいね。朝、昼、晩ってね。気になる人は。うん。ただね、一番ね、わかりやすいのは充血。私気づいちゃったの、コロナの人を見分ける。ポイント。目がね、充血すんの、熱出る前に。コロナの人って。結構ね、目が充血すんのよ。で、あの時ダンスの時にね、まさとくんも充血してたの。で、やっちょくんも充血してたの。私もその後目が充血したんだよ。充血は、目の充血は結構ポイント。うん、ただ目が疲れて充血する場合もあるけどね。熱出る前にちょっと充血になるんだよね。うん、それはデルタの症状なのかな。うん。そうなんだよ。で、気づいた時に匂いが消えちゃう。スッって。あれ？みたいな。私気づいたのが、お風呂入った時に、
シャンプーとか石鹸の匂いがなかったの。あれ?みたいな。なんかおかしいな、みたいな。で、シャンプーの匂いをね、こう嗅いだら、全く匂いがしないの。それで、と思って。で、ケツの穴に指を突っ込んでね、そのちょっとうんちついたんだけど、先っちょに。その匂いを嗅んでも、うんこの匂いしないのよ。あ、これはもう、あれだな、みたいな。そう。それで、私は病院に行ったんだけどね。まあ、熱も出てたし、次の日に、病院行きますねってさ。いや、本当にうんこの匂いもわかんないよ、本当に。で、ここでね、テーブルで調味料とかね、匂いがするものを並べたんだけど、それでテイスティングタイムみたいにさ、こうやって全部匂ってみたら、全部匂わなくなったからね。もう、香水も匂わない。あの、シャネルの香水とかきついじゃん。シャネルの香水とかつけても全く匂わない。アルコールのあの、ツーンって感じしかしないの。でさ、アルコールってなんかクーンってくるじゃん。匂いがなくて、みたいなさ。そう。で、炭酸ね、炭酸のジュースを飲んだ時に、全部炭酸水に感じるのよ。ただ、炭酸の水みたいな。味がしない炭酸のシュワシュワの、コンビニとかさ、スーパーで売ってんじゃん、炭酸だけって。で、ファンタグレープをね、私、マック頼んでね。ね、めちゃくちゃ具合悪いのに、マクドナルドを頼んで、ね、ファンタグレープを飲んだら、炭酸水の味にしかなんない。味っていうか。そう。で、ポテトもめっちゃまずくて。油のギトギトしかわかんないんだよ。匂いもわかんないしね。で、照り焼きバーガーとかも照り焼きの味がしなくて、ね、ただのクソまずいボロボロした肉の感触しかないのよ。うん。いや、結構食べて、私コロナの時。マック食べたでしょ?とんかつも食べたでしょ?ねえ、タケノコの里も食べたでしょ?なんか普段と、食欲は下がんなかったんだよね。そうなの。めちゃくちゃ食欲は下がんなくて、そう。ただ、病気に負けないように普段と同じね、食べ物を食べたんだよ。で、普通は、ね、コロナになって、回復したら10キロとか15キロとかみんな痩せんだけど、私は体重もそんなに変わんなかった。逆に1キロ太っちゃったみたいな。そう、アーモンドチョコレートも食べる。うん。そうだよ。だから、全く食欲なくなる人、だから、ね、高熱とかに強い人は食べれんだろうね。高熱とか出ても、食事をちゃんと取れる人だったら痩せないんじゃないの?もうダリーっつってそのままゴロンって寝てたらどんどん痩せるみたいな。でもそういう状況だとさ、逆に具合悪くなりそうじゃない?ねえ。食べないと余計なんか、もう病気に負けちゃうみたいな。体が、なんか負けちゃうみたいなさ。意地だよね。うん。虎ノ門のホテルに隔離されてたんだけど、お弁当がめっちゃ美味しくて。あ、だからホテル組の方がね、いいの出んだよ。自宅待機組は、だいたい一人暮らしとかさ、家族がいない人は自宅待機なのね。で、家族とかいる人はホテル組になるんだけど、どっちか選べんだけどね。ホテル組の方は豪華なお弁当が出たりとかさ、綺麗なホテルでね、療養できたりとかすんでるね。うん。私なんてあれね、佐藤のご飯と冷食だからね、国からね。来たのね。ねえ、まああれも美味しかったけど、ワタミの冷食セットみたいなめちゃくちゃ美味しかったけど。うん。チンするだけで5品ぐらい入ってるやつね。まあ、その市町村によって違うけどね、その支給されるもの。でも助かったね。コンビニにも行っちゃダメって言われてたから、私の時は。
もう外出歩いちゃダメだからこれ食っとけみたいな感じでもらったからさ。で、毎日毎日役所に報告すんだよ。今日のね、熱の温度は何度、あと酸素飽和度はいくつっていうのを毎日毎日報告しないと家に来ちゃうんだよ、役所の人がね。そう、 LINE で報告がないともうすぐにピンポンって来るみたいよ。あの、死んでんじゃないかなとかさ。うん、だからまあ自宅待機の人はウーバーか。だって買い物行っちゃダメだからね、濃厚接触者っていうか、自宅待機は外出ちゃダメだからね、基本。ゆうやちゃんお茶ばかりがとう、チャリンチャリン。ねえ。だからそのために国から支給があるんだよ。ホテルに隔離したいとかね。話がループだよね、つまんない。うるせえんだよ、おめえのために話してるわけじゃないんだよ、死ね。なあ、お前のためじゃなくて、なったことない人のために話してんだからさ、経験者としてね。かなり私の経験の、あのね、参考になると思うよ、なったことない人は。だって経験してんの、経験者の話って一番じゃない？ねえ、なったことない人に対しては、ああってね、そういう時はこうすればいいんだなとかね。予防とかになるじゃん。うん。ねえ。私の失敗も、反面教師じゃないけど参考になるんじゃないの？ああやってね。ねえ、立ちションしちゃダメとかさ。そうだよ。参考になったでしょ。だってね、PCR 行けって騒いで、私は普通に歯医者行ってね、簡易キットで済ませようと思ったのね、わざわざ PCR まで行かなきゃいけないんだよ。な？つまんないの、ぬんじゃないの。これツイキャスのまたね、クラスター事件につながる大事なね、節目なんだよ。これでもう大量にね、陽性が出ちゃったな、また大騒ぎになんだから。ね、ちゃんとしとかないと、こういうとこはね。ねえ、またザマーとね、ザマー死ねって言われんな、私はさ。ねえ、そうだよ。ねえ、ガンガン荒れるんだからな、ザマー見ろとかね。うん。ひどいよね、あの時ひどかったからね、私マジで死のうと思ったもん。あのね、精神的にも苦痛が来るんだよ。精神、外にも出れない、人にも会えないってなると、精神もおかしくなるんだよね。そう、ちょっと鬱っぽくなったね、あの時ね。だからなんか悪いことも考えちゃう、このまんま楽になって、いなくなっちゃえばいいのかな、みたいなのもチラッと思ったりとかね。そういう障害もあるんだよ、コロナちゃんっていうのはね。うん。そうな。やっちょくんもちょっと鬱っぽくなったでしょ。結構なんか鬱っぽくなる人も多いみたいよ。うん。人にも会えないしね。外にも出れない。うん。さて、早ければ明日に報告できるかな。ねえ。みんな多分陰性だと思いますけど、心配してる人は大丈夫なんでね。うん。多分明日陰性の報告ができんじゃないの？明日の朝に報告するんでね、もし決まってたら。うん。陽性だったら陽性で、私はね、隔離されんで、またね、ここで、とんかつを頼むしかないよね。食いまくってな。それボロクソ叩かれてね、戦ってる姿を見れると思うよ、大荒れの。そう言って前なんかやな、怖い、もう怖くなっちゃった、2回目嫌なんだけど、マジでマジで今日、今年運気悪いからね、30万パチンコで負けたでしょ。でねえ、その後おみくじで今日引いてるし、いや、マジでね、引いちゃう可能性もあるよね。ワンチャン私が持っててクラスターもあり得るんでね、わかんないけど。ねえ。
DM を見てって何？DM？ 何 DM って。まあじゃあ検査行ってきますやん。DM 何も来てないですね。ただあれだね、もう速攻で今日中に出るやつにしようかな。お金上増しして2万円ぐらいかかるけど、今日中に出るようなやつ、明日のいつかもわかんないしね、遅いやつだとね、普通のプランだと。あのね、ちょっとお金出すと今日中に出るやつとかあるんだよ。基本無料だけどさ、無料のやつだとちょっと遅いんだよね、結果。うん、そう。確かね、変異株だとまた別オプションみたいなんでね、変異株プランみたいな。携帯のプランじゃないけどね、なんだ？ポボとかさ、ね、アハモとかじゃないけど、プランを追加していくみたいな。そう、オプションプランみたいな。2時間ぐらいでわかる？いや、検査数が多いとこはね、他のとこに回すから、あのね、遅かったりすんね。違うとこに送られたりとかするとね。小林くんがこの間 PCR してたけど、2日ぐらいかかったもんね。そう、今も検査数がめちゃくちゃ増えてるから、なんつうのかな。検査数が増えれば遅くなんで、やっぱり調べんのも。うん。いやだ、もうちょっとドキドキする。本当にどうしよう、これ陽性だったらもうどうしよ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 う、怖いんだけど、もうドキドキ、怖い、マジ怖いんだけど、これで陽性だったらどうしよう、またみんなに迷惑かけちゃう。いやマジ怖い、うん、じゃ嬉しくないの、マジ怖いの、喜んでんじゃないよ。じゃ、マジビビるよ、これ、ほんとに。あん時のね、あん時すごかったからさ、マジで、もうボロクソに叩かれたの。いや、楽しそうじゃなくて、怖いの、ほんとに。うん。妖精だったらネタにしよう。ネタどころじゃないね。大騒ぎになるよ、また私からね。じゃないの。本当に大騒ぎになると思うよ。ねえ。だってその前日に出会い系で男と会ってるからね。そこだよ。いや、ホテルで3回私エッチしてるから、もしこれで陽性だったらそこルートって言われるよね、絶対ね。ギガフェスルートじゃなくて、出会い系ルートからギガフェスに広まったみたいなさ。それが一番最悪なパターンだよね。うん、でも出会い系は今日消したからさ。うん。あ、お茶ばかりありがとう。Thank you。そう、100% じゃないからね。まあ、陽性だと考えていくよ、私は。じゃあ。もう構えて。ね、自分は大丈夫じゃなくて、もう陽性になってるぐらいな、陽性さんぐらいな感じでね。ね、ちょっと小太りの陽性さんぐらいな感じの気分で行ってくるわ。そっちの方がダメージ少ないからさ、あとあとね、陽性になった時に。うん。そうでしょ。茶番に加担すんのはやめないよ。でもしょうがないよね、こういう配信やってる上で。私だって別に調べる必要ないと思うけど、他に迷惑をかけちゃうんでね、私も行かないと。ね、納得いかないとこも出てくるだろうし。まあ見せるのは別にいいんじゃないの、ね、ね、納得するとこに見せるためにみんな行くって言うんでしょ。ね、症状が出てないのに。症状出てる人は自分のためだけどね。うん。で、そんな感じで、明日は普通に、じゃあ、コロナの結果発表と、企画をちゃんとやるんでね。今日はちょっと雑談だけでしたけど、3時間、でしたけどね。うん、ここでメンテナンス入るんで、また明日会いましょう。ね。
おとなしく行く。もう11時に予約だから、これをもう切れたらすぐ出る家。はーい。つまらなかった。しょうがないよ。今日はこういう日だよ。予想はついてたけど。ねえ。予想はついてましたけど、こういう日だからしょうがないでしょ？ツイキャスがそうなんだ。ああ、怖い。